はいどうも、チャンネル隊長の隊長です。今私はちょっと愛知県のとあるにいます。ちょっとね、今からね、とあるものをね、取りに向かいます。はい、向かいますっていうか向かっております。まあもうタイトルサムネにも出てるからね、もうみんな今人コメント欄はすごい何買ったん何買ったんみたいなね感じになってると思うんだけどもね。ミニです。ミニクーパー買っちゃいました。あのね、もちろんね、嫁にはね、ちょっとね、このクーパーちょっと僕友達からね譲っていただいたものなんですけど、まあ、友達からちょっと車を譲っていただくって話はね嫁にはしてるんですけど、明確にね何の車かは僕言ってないんですよね。何も言ってない。ただちっちゃい車買ったっていう話はねしたんですよ。多分ね嫁はね軽自動車でも買ったんじゃないかなって思ってるんじゃないかなと思うんですよね。はい、それがどっこいミニクーパー S。 はいね、どんなリアクションするんでしょうかね。はい、楽しみですね。で、僕ちょっとね、もうだいたい1時間ぐらいね、ちょっとドライブ楽しんじゃったんですけど、めちゃ速いっすね、これ。スイスポより速いっすよ、これ。うん。うちのスイスポよりかはね、速いですね、これ。やっぱハンドリングがね、よくね、ゴーカートフィーリングとか言われたりしてるんですけど、全くその通りだなと思いましたね。このハンドルの打角そのまんま車曲がってくんで、もうなんか、タイヤとハンドルが一緒にもう合体してるような感じですね。もう完全にくっついてるような感じ。はい、もう面白いっすね。いや、いい車だな、これ。奥さん、こんにちは。こんにちは。どうしたんですか、今日目が開かないんですか。いや、目開けるなって言ったんでしょ、あなたが。カメラの位置分かってないけど、多分こっち。あ、オッケーオッケー。あ、正解正解正解。まあ、前からね、言ってたんですけどね、友達で車を手放すから、うん、それをちょっと安く譲っていただけるって話をね、まあ、してたと思うんですよ。でね、今日受け取ってきました。でも何の車か知らないよね。まあ、小さい車としか言ってないんで、ね、何だと思う？小さい車。はい。S660。いや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 。小さいよ、あれ。まあ、小さいけども。うん。まあ、いい車ですけども。さすがにそこまで、高いやつじゃないですね。本当に、お友達価格で本当に超安く、譲っていただいたものなんで。アルトワークス。ああ、いいね。ああ、いい線いってる、いい線いってる。まあ、アルトワークスを想像していただければ。はい、大丈夫です。はい、じゃあ、ちょっと、すいませんね。はい。オッケー、はい、それではまず目を開けてください。面白い。じゃあちょっと後ろ振り返ってもらっていいですか。はい、ちょっと今ナンバー隠してますけども。あ、はい、います。はい、どうぞ。ミニ、ミニです。ちっちゃい車だね。ああ、そうですよ、ミニです。ミニだ。はい。ミニだ。ミニです。わお。そうです、ミニです。ミニだ。ちょっと、はい。いいじゃん。あ、しかも屋根違うやつだ。そうなんですよ。いいな。こちら、R53 ミニクーパー S デザイナーズチョイスという限定車両でございます。まあそのミニ詳しくない人からしたらね、多分みんな一緒だと思ってしまうと思うんですけど、これ見て、ホイール見てください、ホイール。かわいい。これはね、そのデザイナーズチョイス専用のホイールなんですよね。へぇー。はい。じゃあこれ履いてるやつあんまいないってこと？結構レアですね。わお。で、天井見て、これ。なんか柄がついてる。はい。これデザイナーズチョイスのマークがそのまま上に貼ってあるっていう。フロントについてたマーク？あ、そうです、そうです、そうです。へぇー。2本出しじゃん。センター2本出しだよ、これ。これじゃ4本になる。あー、ほんとだね。2本出し。純正ですよ。あ、あ。来た、突き上がって。いやらしいな。ちょっとどういうことかわかんない。銀座ししちゃう。あ、やめなさい、やめなさい。じゃあトランクちょっと開けてもらっていいですか。トランク。狭いね。狭い。これ1ムーカーしかない。1ムーカー入る？入らんでしょ、さすがに。あ、これ1ムーカーだね。死体だったら入る。いや、やめなさい、そういう言い方しなさい、椅子にしなさんな。やめなさい。じゃあ中見ようか。わーい。ちょっとカラオケボックスの香りがする。ちょっとそうね、喫煙者だったんでね、これね。ね、これすごいよね、このスカーフプレートもね、かっこいいよね、このミニデザイナーズチョイス。ね、ここも見て、これ、この、これもついてる、缶バッジみたいなやつ。メーターおしゃれだよね、これ。うわ、かわいい。
これスイッチトグルなんですよ、これ。やばい。窓のさ、やめよって。やめよ、普段そういうのをたしなんでる人と思われる。みんな今、ああ、ムーカさんそういう人なんだなって言って。違う、違うよ、ここ使わないから大丈夫。あ、ほんと？これさ、すごくない？ドアのさ、あのスイッチないでしょ、窓の。窓のスイッチ。うん、ないでしょ。ない。ここなんですよ。これか。これ。反対側もこっち、これ。あ、こことここね。そう。なるほど。そう。すごいでしょう。あ、後ろははめ殺し。あ、そうそうそう。後ろもこれ、一応の3ドアなんでね。はい。あ。何今の、今の踊り方何？この前さ、スイスポのさ、シートヒーターなくなっちゃったじゃん。なくなっちゃった。これ助手席と運転席ついてますんで。はい、シートヒーターついてます。あ、おい無賃乗車。あ、蚊が。しかもでかいぞこいつ。でかいなこれ。いやー痛い痛い痛い。思いっきり俺手のこう戦い赤くなっちゃったじゃんこれ。いった。うんうん、かわ、うん。共同作業だね。かわし止められましたけども。カルタかなこれ。マジでごめん。あ、いいよいいよいいよ、大丈夫大丈夫。ちょっと痛かったね。ちょっとちょっと赤くなっちゃった。ちょっと赤くなっちゃった。ごめんね。あ、いいよいいよ。つぼっちゃった。ちょっとね、これいろいろ問題抱えてるんですよ、少し。あ、そうなの。はい、天井見てもらっていいですか。わお、何？どうしたん。もうね、この生地が剥がれて落ちてきてんだ。何これ。いや、こうはならんやろ。いや、なっとるやないかい。いや、こうはならんやろ。いや、なるんよこれはね、まあこの形だけじゃなくて、割とね、まあ古い輸入車あるあるなんだけど、この使ってるね、接着剤がね、ちょっと弱くて、経年劣化でね、剥がれてきちゃうんですよ。あ、やめろやめろの、やめろ、ひどくすんなって。これ以上ひどくすんなよ。天井落ち、これはもう、はい、古い車あるあるなんですけど、そう。で、これがちょっとね、ある。だいぶ膨らんで見えるね、これ。すごい。膨らんで見ると。いや、だい、見えるっていうか膨らんでんだよ。やばいねこれ。ここだぜ元の位置。正位置ここだよ。これ大事にね、長く乗ってる人はね、結構タッカーで止めたりするらしい。ああ、タッカーで止めた方が見栄え悪くない？まあ、あ、うん、なんか端っこにこう寄せて、あ、そう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 、止めるみたいな。そう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 、うん、ちょっとね、直せんことはないんだけど、なんか全部剥がさないと天井までアクセスできないんだって。そうだよね。うん、だからね、もうみんなめんどくさがってこのまんまか、もしくはタッカーで止めちゃう。このまんまかな。このままだな。うん、うん、なんかこっちの方が可愛いしね。タッカーはちょっとやだな。うん、なんか可愛いよね。可愛いかどうかはちょっとわからんけど。で、あとこれね、最大のね、欠点、まあ前のオーナーさん、僕の友達なんだけど、友達が売るきっかけになった理由は、エアコンが壊れてます。ゴミじゃねえか。エアコンが壊れてるっていうか、いや一応直したには直したんだけど、なんだろうね、エアコンがガチャ。ガチャ？あのね、エアコンが効くときと効かんときがある。あ、ガチャだね。そう。で、僕もね、今日ここまでね、60キロぐらい走ってきたんだけど、効くときは本当に効くんよ。うん。効かんときは本当に効かないのよ。ね、その、開いとる店行ったら開いとるけど、閉まっとる店行ったら閉まっとるみたいな。まあ、本当そんな感じなんですよね。まあ、冬はまだいいよね。まあ、そう。だこれからの季節ぐらいかな、乗れるの。夏になったらどうすんだよ。夏になったらちょっと お休みしていただくかもしれないですけどね。お休みしていただくか。はい、でもなんかこれで女の子のスクドライブ行ったらめっちゃかっこよくない？おぉ、いいじゃん、おしゃれじゃん。そうしよう。これ私のデート会にしよう。で、エンジンかけてみる？すごいね、これ スピードメーターこれだよ。こっちがね、タコメーターです。エアコンは風出てるよ。風は出るんよ。あ、でもまだ効いてないね、これ。送風だね、これ。うん、じゃあ効くときはほんと効くんよ。そう、これね、オートマなんですね。直速オートマです。で、この次のモデルからかなんかね、 CVT に変わっちゃったらしくて。
ポロポポポロポポ言っとるわ。ポロポポポロポポポロポ。いや似合ってるよ。あいいじゃん、似合ってる似合ってる。おいいよいいよ。ちっちゃ。かわいいでしょ。じゃあ奥さん、はい、今からこれドライブ行きませんか。いらっしゃい。行かんの？いや一緒に行くけど。うん。しかも首が痛いんで。まだ寝違えとるよ。あいいよ、僕は運転するんで。お願いします。はい。じゃあちょっとドライブ行こうかじゃあ。はい。こちらのミーちゃん、走行距離7万3000キロ、購入されてから約15年落ちでございます。2007年式でございますね。 R53 の後期ですね。後期モデルらしいです。でね、まあ、以前の動画でもいろいろ言ってたんですけどもね、結構大事にされて乗られてたお車でございまして、結構ね、こまめにもうお手入れされてた、まあ、お車ではあるんですけれども、まあ、やはりね、15年も経ったらね、まあ、どんな工業製品でもね、やっぱりね、まあ、いろいろガタが出てくると思うんですよ。ボンネット開けて見える範囲でね、ちょっと今、エンジンがどんな調子なのかっていうのをね、ちょっと見ていきたいなと思います。はい、それじゃあやっていこう。こちらがエンジンでございます。あ、まあ、こちらはですね、スーパーチャージャーが、はい。スーパーチャージャー搭載でございます。はい。スーパーチャージャーね。スーパーチャージャー。はい。これスーパーチャージャーのね、このインタークーラーですね。はい。上向きなんですね。上についてる。なんかインプレッサーみたいですね。あと、まあ、以前ね、動画の中でチャッと出てきたんですけどもね、バッテリーが盗まれたってね。はい。バッテリーはトランクでございます。はい。こちらはね、もう、バッテリーが入るスペースがなかったんですかね。ちなみに、R50 とかね、まあ、ミニクーパーと言われるね、この R50 はね、普通に後ろじゃなくて、ここにバッテリーがあります。まあ、多分このね、スーチャー入れるにあたって、多分ちょっとバッテリー入らなくて、後ろに行ったって感じですかね。じゃあちょっといろいろ見ていきましょうか。ボンネット開けると、ここね、目玉がなくなるんでね。はい、ちょっと寂しいですよね。ここにつける目玉ステッカーとか売ったらしいんですけど、見つけたら買おうかなと思ってます。ちょっと寂しいもんね、ここね。まあ、見た感じね、結構ね、綺麗ですね。今回ね、交換したいエアフィルターはね、この中にあるんですけど、よくね、ここのホースがね、亀裂が入ってたりするんですけど、交換済みですね、これ。交換されずにね、ある車はみんな大体ここに亀裂が入ってね、二次エア吸っちゃって、なんか、結構エンジン不調がね、あったりするらしいです。で、こちらが、バッテリーはないんだけれども、ここにですね、一応ね、プラスのジャンプできる場所がありますね。ここからね、電源取れそうでいいですよね。ここは、はい、ラジエーターコア。まあ、潰れてなくて、ちょいちょい目に虫が入ってるぐらいで、はい、そんな凹みとかもなくて、とても綺麗ですね。そして、この R53 クーパー S が、よくトラブルを起こすと言われている場所が、こちらになります。はい、ちょっと見えないよね。見えないよね。ファンベルトを回す、クランクプーリーと呼ばれる場所ですね。はい、そこがね、よく壊れるそうです。なんか知らないけど、純正のね、クランクプーリーは、なんかね、鉄と樹脂でなんか作られてて、その樹脂で作ってる部分がね、亀裂入って、パーンって割れちゃって、で、もうエンジンが動かなくなっちゃうっていう。はい。まあ、エンジンは動くけど、数値の下級ができなくなって、レギュレーターも回んなくなるんで、もう、自走はできない。エンジンはかかっても自走はできない。でもそれもかかってないよ！深刻なトラブルにね、繋がってしまうというね、ちょっと恐ろしい部品でございます。まあ、これもね、自分で交換ね、できんこともなさそうだったんで、まあ、近々ね、ちょっと自分で交換してみようかなと思って、はい、専用工具を実は買いました。めっちゃ高かったです。びっくりしました。ミニの専用工具めっちゃ高いです。レンタルもあったんですけど、もうめんどくさかったんで買ってしまいました。はい、そしてね、まあもう極力早く変えたいというか、変えなきゃいかんパーツが実はこの中に、はい、パーツがあります。それはこちらでございます。はい、エンジンマウントでございます。はい、なんかちょっと黒い、なんかいやらしい液体出てますよね、これ。はい。まあ、これ、液風マウントって言いまして、エンジンマウントってなんかね、ああいう樹脂パーツとかね、ああいうイメージがあるんですけど、これ中に液が入ってるんですよ。で、その液が振動して、エンジンのこの振動をね、和らげる、まあ、防振ですよね。なんかあれみたいですね。普通になんか、サスペンションの中身みたいですね。そんな感じのマウントです。で、これもね、自分でやれないこともないけれど、これほんとちょっとエンジン少し下から持ち上げたりして、ちょっとね、スペース作って、なんか、やらんといかんらしくって、設備がないとちょっと難しいかなと思うんで、これはもしかしたら、ちょっとディーラーにお願いするかもしれないですね。とんでもない金額払って。ね。まあちょっとそれも考えておりますけども、自分で安かったらやってみようかなと思います。で、あとね、皆さんよくね、エアコンが効かない原因って、まあコンプレッサーじゃないのとかマグネットスイッチなんじゃないのって、はい、よくね、コメントいただくんですけど、実はどちらも交換済みでございます。ミニのディーラーの整備士さん曰く、もう配管が詰まってる可能性があるらしいんですよ。はい、エアコンの配管が。なんで、エアコンの配管も取り替えなければ、100% 治らない。と言われたそうです。なので、
ちょっと予算が集まり次第ちょっとねエアコン修理、まあ、とりあえずねほらこれから涼しくなるんで、てかすでにもう寒いぐらいなんで、来年の5月6月とかそれぐらいにはエアコンをね完璧な状態に直せたらいいなと思っております。はい、まあそんな感じですかね。はい、それではねエアクリーナー交換していこうと思います。今回使うエアクリーナーはこちらでございます。ムーンフィルター C2851。 はい、これなんかアマゾンで買ったんですけど、めっちゃ安かったっす。でもまあ一応純正互換品みたいなこと書いてあったんで、まあ、ほぼ純正と同じような内容ということで。あ、来ましたよ、またトルクスだ。ほんとトルクス好きなんだから。お、柔らかい。D-30 です。トルクス、みんな大好き、トルクス。はい。まあ、でもね、トルクス最近ね、良さ分かってきた。うん。プラスネジと比べてさ、これほら、ね、もうがっつりさ、もう繋がるじゃん。だからね、舐めることがないなってことに気づいたんですよ。これもうみんなトルクスでいいんじゃないですかね。うん。もうみんなトルクスに変えた方がいいんじゃないかなっていうね、ちょっとトルクス信者になりかけてます。え、で、このフォースバンドは、プラスだ。ここのバンドはプラスですね。どっちかにしてくれよな。ここはねちょっと簡単に軽く緩めときますかね。何？なんか上からなんか、ん？何？なんか上から垂れてきてるこれ。え、何？怖っ。水じゃない、なんか油っぽい。雨水かなんかでも垂れてきてるのかなと思ったけど、よう考えて雨の中走ったことねえしなこれ。え？プラスのジャンプ線が、あ、ここからいける。あ、取れ取れ。よいしょ。うわ、これ力技ですねこれ。うわっ、おれ力技もすぎるわ。ウクランドこれ、こんにちは。結構綺麗ですね。まあよーく見るとねやっぱりねちょっと黒っぽくなってるかなって感じ。あ、結構ね中は汚いですね。フィルター自体はそこまで汚くないですけど、中はちょっとね砂っぽいですね。ちょっと拭き取ってね綺麗にしましょうかね。汚いですね。こっちついてたもんですね。でこっち新品ですね。ちょっとね縁の色が違いますね。で裏見るとやっぱね汚いね。うん、やっぱ汚れてるわ。比べてしまうとやっぱり全然違いますね。ここにセットします。はい、そしたらでジャンプを、ジャンプのこの金具をここにセットして、こいつをトルクスタンをバッカモン。え、あー落とした。そう、マジ最悪。いやこれ昨日ねちょうど嫁が100均でなんか便利そうなのあったから買ってきたって言って買ってきてくれたんすよ。いやピックアップツール磁石付き、はい、ちょっとこれで拾えるかな。来た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 、あー助かった。キス、いやー本当にボンミス。はい、みんな気をつけましょうね。はい、いやーマジ3級4目。いやー助かりましたね。これ100均で100円で売ってるんで、はい、おすすめです。はい、まあ、僕が買ってきたわけじゃないけど。とあるネットオークションサイトでですね、とんでもないものを落としてしまいまして、それが先ほど届きました。こちらでございます。 NGKパワーケーブル、はい、プラグコードでございます。これだけじゃないんですよ、こちらも買ってしまいました。はい、こちら MSD っていうメーカーのイグニッションコイルでございます。競り落としてしまいました。いやもうなんか久しぶりに燃えた。なんか僕が入札してもなんかガンガン入札されちゃって、当初の予測値段よりかちょっとね上回ってしまったんですけど、汗と涙と気合で落としてしまいました。社外のこちらのイグニッションコイル、そしてこのプラグコードに変えることによってトルクアップを狙ったりね、燃費が向上したり、まあ、とにかくね、もうなんか、結構メリットが多いらしいです。でね、僕、プラグ注文してたんだけどね、先に届いてしまいました、こっちが。ちょっとね、まあ、プラグは、今のもの、まあ、ノーマル、純正品ですよね。純正品に、まあ、これなんで、まあ、ちょっとどういう変化が起こるかわかんないですけど、とりあえずね、プラグよりも先にね、このイグニッションコイルとプラグコイルを変えてやろうと思います。かっこいいね。やっぱね、基本、車のエンジンに関わるパーツは、やっぱ赤ですよね。なんか赤ってなんか速そうなイメージありますから。
こっからプラグコードがこう来てます。でスパークプラグにつながってバナン、はい。なので、まあ、ここ結構重要ですね。まあ電気がね、一番最初に流れる電気の流れ大元がね良くなるんで、どんな影響があるんでしょうかね。楽しみですよねこれね。こちらの中古品にはなるんだけど全然綺麗ですね。こちらでございます。まあ4発のエンジンなんでね、4本です。いやこれあれだね、微妙に長さが違うんでね、まあ長さに気をつけてね、どこがどの場所かっていうのをね、きちんと守ってねつけたいと思います。で、ね、中はね、まあ別になんか汚くないですね、そんなに。まあ一応中古なんだけどね。そんじゃね、早速純正のイグニッションコイルとプラグコートを外して取り付けの方行きたいと思います。それじゃやっていこう。でこちらでございますね。こちらがイグニッションコイル、そしてここからね1番2番で、これがこっちが3ね、これが3ね。あ、書いてあるわ、1234書いてありますね。1234、はい、そういう順番ですね。はい、それではね外していこうと思います。ここは10ミリですね。まずここのコードを、あ、簡単に抜けますね。おお、はい、プラグコードを抜きました。そしてここね、コネクタついてます。このコネクタが分かりにくいな、これ。お、外せました。ロック機構がねついてて、この赤いやつをですねこっちにずらして押して外す、はい、そんな感じですね。はい、取れました。こいつが純正のイグニッションコイルです。もう見た目は一緒ですね、ほぼほぼ。はい、色が違うだけって感じですね。そしたらねプラグコードも抜いていきます。これもね簡単にはまってるだけなんで、引っ張ればすぐ外れちゃいます。なんか髪の毛ついてる。がっつり髪の毛じゃん、これ。これマジ髪の毛だわ。毛根ついてるもん。めちゃめちゃ白髪、すごい。なんか白髪の誰だこれなんか髪ついてます、これ。白髪ですね、これ。ちょっと縮れ気味ですね、多分エンジンの熱で縮れたしまったんかな。はい、髪の毛ついてましたこれ食品だったら、これあれだ、クレームだ、食品だったら。はい、美味しくいただきたいとね。結構綺麗じゃないこれ。普通に綺麗だぞこれ。なんかめっちゃ状態いいじゃんこれはい、そしてねこれ1番2番用ですね、短いので。コンタクトスプレーでもね拭いておこうかなと思います。まあ気休めだと思いますけどもね。はい、ちょっと軽く刺します。はい、そしてこちらのね MSD のこのイグニッションコイル入れちゃいます。で向きはコネクターがあるこっち側ですね。はい、はい、でこっちはね六角です。うわー、整備性の良さ。おお、いいですね。はい、で1番、ちょっと3番がねこれ近いんでね、ちょっと向きを気をつけて。3番、はい、できました。めちゃめちゃ簡単ですね。なんか急にちょっとおもちゃ感出てきましたねこれね。急におもちゃ感出てきちゃったこれ。だけどこれすごいらしいです、これすごい効果あるらしいんで。じゃあね、あのバッテリーつけて動かしてみたいと思います。それじゃあエンジンかけます。まあ今ちょっとねテストで今エンジンかけてみたんですけど、始動時はちょっと分かんなかったんですけど、踏んだら分かる、全然違う。最初の純正と比べて圧倒的にね、あの針の動きが良くなりました。そしてね、なんかめっちゃバウリングするポロ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 ってね、なんかあのノーマルと比べてなんかちょっと元気になった感じがして、はい、ちょっとこれは早く乗りたいね。これ早く運転したいですね、これちょっと。まあ、とりあえずちょっとねノーマルの時とね、この今交換した後、まあ、どういうね違いがあるのかっていうのをねちょっとあの動画で見ていただきましょう。こちらでございます。
ウィンでドライブ行きましょうか。はい、じゃあ行ってみよう。ちょっとね、下道じゃ分からんかなと思って高速乗ってきました。あのね、もう全然違うわ。うん、前はなんかうーんダーンみたいな感じ、うーんダーンっていう加速だったのが、うわーっていうのになりました。もう段差がもうなくなって、そのままバッと降ったらもう一気に加速してくれるようなね、そんなイメージ。加速がね、つまり鋭くなったって感じですね。はい、すごいね、めちゃくちゃいい。それとね、あの、まあ、今走ってるのは分かんないんですけど、信号待ちとかね、あの結構ね、やっぱエンジンの振動みたいなのがあったんですよ。それがね、だいぶ減りました。すごいです、これ。うん、全然違う。あ、いいですね。めっちゃいい。なんか、気のせいかもしれないんですけど、エンジンの音が軽くなった感じがします。なってても分かるかどうか分かんないですけど、踏み込んだ時の音がすごい軽くなったんですね。前はなんか唸るようなウォーンみたいな感じだったのが、ウォーンになった、はい、ウォーン、腹から声出てるよ、そんな感じになりました。あと多分全然関係ないと思うんですけど、エアコンがめっちゃ効いてます。エアコンめっちゃ効いてる。手がもう冷たくなるぐらい、すごいね、風が冷たくなってます。これは分からん、これはちょっとね、イグニッションコイルの力かどうか分かんないですけど、もう全然かけないと思いますけど、エアコンの調子が良くなりました。でね、やっぱね、踏んだ時ね、バブリングするね、回数がだいぶ増えましたね。もうここまで来る間なんで、もうなんか10回ぐらいね、なんか、ね、これがいいことか悪いことか分かんないんですけど、多分、まあ、天気系がね、すごく良くなってるんで、天気が良くなってるんですかね。ただこれ、あの、インテークも、マフラーも、こう、どちらもね、ノーマルなんですよ。だから、これ変えてぇなぁ。せっかく本当にね、あの、エンジンの音が良くなったんですけどね、やっぱり排気音も良くしたくなりますよね。抜き音ももうちょっと良くなればね、多分もっと回ると思うんですよ。で、このね、ちょっと踏んだだけでもね、やっぱり加速が良くなってるんで、これ多分燃費上がってますよ。これは加速性能上がってきます。気持ちいい。今回はオークションで僕すごい安く買えたんで良かったですけど、これね、新品で買うと、その日本に在庫があれば安く買えるってやつですけど、これ一応やっぱ輸入しないと基本的には買えないものらしいんで、まあ日本に在庫なくて輸入となったらやっぱりね、5、6万しちゃうポイントでね。はい、あの、もし R53 捉えてる方で興味があって、ね、あのネットオークションとかで見かけたら、ちょっとチャレンジしてみてもいいんじゃないかなと思います。パラシュートはご存知ですよね。こう空からこうね、降りてきて、こう空からね、こう落ちるときにね、こう、ベーンってこう、やっと上からボーンってなって、はい。で、もうゆっくり地面にね、安全に降りれる、はい、あれです。はい、あのパラシュート。あのパラシュートをね、想像していただければいいんですけれども、あのパラシュートって、結局要は、あの、どでかい面積のある、あの布で、あの、風の抵抗を受けて、こう、ゆっくりね、減速させて、まあ、地面に降りれるよっていう、はい、ものなんですけど、あれって、風の抵抗を受けてるじゃないですか。だからゆっくり降りれるわけじゃないですか。あれ、実は、この車でもね、起きてるんですね。それは何なのかと言いますと、皆さん、こちらご存知、じゃあご存知じゃない。ちょっと待って。皆さん、こちらをご覧ください。はい。ね、何の変哲もないリアバンパーでございますけども、車の下を見たことある人は皆さんご存知だと思うんですけど、こう後ろこう覆われてますよね。で、車って向こうに向かって走ってますよね。ってことは前からこう風が常に来てるわけですよ。で、それをですね、リアバンパーがですね、その風を受けて、あの先ほど話したパラシュートと同じような効果がここで起きちゃってるんですよ。そう、風の抵抗を受けてしまっておる車の加速にね、悪い影響を与えちゃってるんじゃねえのっていうね、ことでございます。今日はですね、もうこのリアバンパーにもう穴開けて、ね、もう皆さん、もうパラシュート、使ってるパラシュートに穴が開いたらどうなりますか？そうなりますよね。それがそうなります。よいしょ。はい、あ、もうこれで今下ガバガバのバカですね。よいしょ。あ、チャック全開やん。しかもチックで取った。やば、え、大丈夫かなこれ。びっくりした。チャッ
ック開いてるだけなら私もチンコまで取った。大失態だな、これ。こんなことあるんだ、YouTube って。はい。外れました。このフェイクのこのカバーをね、もう外してやろうと思います。あ、どうぞ お外しくださいっていうような設計ですね、これ。簡単に外れる感じですね。おいよ、お前、ダメよ。おい、やめろよ。おい、やめろって。おい、みんなが見てるだろ、やめろって。ダメやろ、お前、ダメやろ、お前。みんなが見てるだろ、お前。ダメやろ、お前。ね。すごく、いいですね。たまにはね、パーツばらして一緒にお風呂入ると、すごく、テンションが、はい、上がってきますね。あ、自分の好きな車と今一緒に風呂入ってるなって。これなかなかないことですよね。でもこれが、実はできちゃうんですよね。いやー、いいですね。いやー。全部開いてると、それはそれちょっと格好悪いなと思ったので、今日はね、これもね、ちょっと取り付けてみようかなと思います。メッシュグリルー。はい。これ、アマゾンで買いました。はい。1000円ちょっとで買いましたね。これをですね、まあ、この裏側からですね、こう、取り付けて、ちょっとね、ダクト感出させてやろうかなと思います。あ、これは気持ちいいね。はい。とりあえずね、仮の固定できたんで、お次はですね、こちらです。ダーン超太陽とシールということでね、はい。皆さん大好き、生命ラインのスーパーシール、グレーです。はい。これでね、ちょっと縁をね、こう塗って、で、それを硬化させて、まあ、固定という感じでさせていきたいと思います。まあでもね、この爪の引っかかりだけでもね、十分ですよ。うん。十分ついてるとは思うんですけど、まあ多分走行中の振動でどうなるかわかんないんで、ちょっと心配なんでね。はい。はい、できました。ね、かっこよくないですか、これ。ね、やばい。おー、すげえ、かっこいい。はい。1000円ちょっとでできましたね。これいいですね。じゃあね、これを今から取り付けたいと思います。いきまーす。はい、取り付けいきたいんですけど、その前にですね、こちら。はい、このマフラーのね、この上にあるね、これ。はい、これ遮熱板なんですけど、これをね、ちょっと内側にね、折り曲げたいと思います。まあ、素材はね、アルミなんでね。これをなんとかして後ろに折り込みたいんですけど、ちょっとここにね、なんかついてんだよな、これ。よし、来た。よし。で、これをどうしようかな。ああ、私としたことが、ホグつけ忘れてる。あ、あれ、チリが合わないぞ。なんで？チリが合いません。どういうことですか？不思議だね。はい、できました。結構かっこいいね。いや、普通に見た目いいっすね、これ。かっこいい。まあ、これだけ、まあ、こう今までね、塞がったところにこうやって穴が開いてるわけなので、まあ、きっとね、走行にね、まあ、いい影響が出るのかな。うん、どうかな、わかんないですけど、はい、とりあえずちょっとこれでね、試走行ってみたいなと思います。はい、それではね、行ってみましょう。交換
談しようと思います。ミミの動画最初の方からね、ご覧いただいている方はもしかしたら覚えてるかもしれないんですけど、エンジンマウントがですねだいぶ劣化が進んでおりまして、はい、まあ、とりあえずちょっと見てみましょうかね。はい、今日買えるねエンジンマウントはこちらでございます。はい、なんかもう怪しい黒い液体が流れ出てますね。まあ本来でしたら大体の車はねエンジンマウントって、まあ、ゴム部品が使われたりするんですけど、このミニのエンジンマウントはちょっと特別で、こちら液風マウントと呼ばれるね、はい、中に液体が入ってる、液体というか中にまあそのフルード的なものが入ってて、それでエンジンの振動を吸収させるっていうねものなんですけど、性能としては普通のゴムよりかいいらしいんですけど、ただこのようにですね劣化がすごいですよね。もう中のねその結局フルードが漏れてきちゃって、もうこんな感じにもうエンジンのこの下の方までこれ垂れてますね。なかなかひどいな。大体のエンジンマウントの寿命っていうのが10年で10万キロ、はい、まあ10年か10万キロのどちらかが寿命の目安とされてるんですけど、まあこちらね年数で言ったらもう15年なんで、まあ妥当かなと思うんですけど、これね距離まだ7万6千キロなんですよね。でもうなんか7万キロぐらいからもうすでにもうにじみ出てたみたいな感じだったんで、やっぱ他のエンジンマウントと比べたらやっぱり寿命は低いですね。というわけでこのようにですねエンジンマウントが劣化してしまうとどのようなね不具合が出るかと言いますと、もうエンジンのこの振動を吸収できないのでエンジンが暴れます。暴れる君です。暴れてしまうとですねこのエンジンの周りにはたくさんの部品があります。その部品をね傷つけてしまう恐れがある。エンジンがこの中で動いちゃうわけですからね。あと結局そのエンジンのねこう一生懸命作った力が 100% ミッションに伝達されず、結局ねここで振動しちゃってパワーロスしちゃう。車のねパワーロスにもつながる、まあ、そういったねまあ不具合というか弊害があります。まあこれはね車検の項目ではエンジンマウントの項目はないんで、結構みんなねもうエンジンマウント変えた方がいいっしょっていうような車でもね、もうなんかもう全然ヘッチャーでそのままずっと走ってる人がいっぱいいるんですけど、あんまりよろしくないです。なのでねまあ今日はこいつを交換したいと思います。そっちやっていこう。まあ現在のエンジンのこの振動がどのようなね状況なのかというのをねちょっと見てみたいなと思います。かなり振動してましたね。びっくりしました。はい、本日使う道具は、ジャッキアップと馬以外に、こちらとなっております。はい、これが肝ですね。この E12 のトルクスですね。これなかなかね持ってる人少ないと思うんでね、これは買いに行った方がいいと思います。そしてあと 18mm ですね。 18mm のソケットもね多分ほとんどの人が使うことはないんじゃないかなというようなねサイズの曲なんで、これもね家にあるか確認しましょう。ってなわけでねやっていこうと思います。はい、ジャッキアップが終わってタイヤも外し終わりました。次はね作業しやすいようにここのインナーカバーをね外そうと思います。これをね裏側からやるよ。はい、インナーがね、取れました。もうスッカスカですね。そしてこの上からやばいねこれフルードかなり垂れてきてますね。はい、あ、そしてこれが
例の、クランクプーリーになります。はい、まあ見ただけではね状態は分かんないんですけど、まあ、ベルトはまだまだ全然綺麗で、ね、切れてるとこもなくて状態はいいですね。まあベルトは変えたばっからしいので、はい、これもまたね近々変えたいと思います。はい、というわけで、こちらを外していきたいと思います。はい、こちらがね新品のエンジンマウントでございます。やっぱね新品だけあってすごい綺麗ですね。まあこれ OEM 品なんでね完全な純正品ではありません。でね、まあ今エンジン乗っかってる状態なんでね触れないんですけど、これ今多分かなりグラグラになってます。で新品はねここはもうガッチガチなんですよ。作業のねまあやり方としては、このエンジンマウントを下から支えてる、ボルトを緩めて、でエンジンを一回上に持ち上げて、で6箇所外して、そうするとね、ここがフリーな状態になるんで外して、でこちらに付け替える。だから作業的にはそんな難しくないみたいですね。でこのエンジンマウントの下側にあるネジはこのね最初ご説明したなかなか見かけない E12 トルクスソケットです。はい、これが必要になります。ちょうどねエンジンマウントの本当に真下ですね、ここにあるんだけど見えるかしら。見えそうにないね。それではね、エンジンをねちょっと少しね本当に少しあんま上げすぎちゃうとねエンジンマウント入んなくなっちゃいます。ちょっとねほんの少し上げるような感じでいきます。よし、今ちょっと上がりましたね。ちょっと待ってエンジンマウントの中のオイルが溢れ出てきました。やば、こうなるのこれすごいね。これはびっくりだ。下が緩んだんで次上のねネジ外していきます。使うのは18と16ミリのソケットです。うん、ややディープでいいね。うん、あーこれ買った、だってめちゃめちゃ買ったやん。よし、あここはすぐ緩んでくれました。うわ、めちゃめちゃ買ったやこれ。よっしゃ、来た来た、ナイスー。あー買って、はい、ソケット買ってきました。はい、もうこれで開いてくれんだったらもう終わり。さすがマキタ、やべえ一撃だ。外れた。このマイナスですね、このマイナスを外さないといけないの。すいません、13のソケットも入れます。あ、なんかなんか落ちた。これでネジを外して、これを外します。はい、こんにちは。
外れました。はい、エンジンマウントちゃんです。うわ、もうすっごいですね。もうサビとかなんか漏れとかえげつないです。そしてこれ見てください、めっちゃ動きますよねこれ。でこれ新品だと全く動かないんですよ。まあ、エンジンの振動がかかるとね、まあ、多少動いて、まあ、そのエンジンの振動を、ね、吸収するんですけど、まあ、まず人の手じゃ絶対に動かないです。でもう古いやつになるともうガバガバです。ちょっと簡単に掃除して、で逆手順でつけていこうと思います。すごいですね。もうおそらくですけど、これエンジンマウントから出たね油だと思うんですけど、この周辺すごく汚いです。すんごいよこれ、すごくオイリーですね。うわオイリーですね。まあ、この辺ちょっとベルトに近いんでね、ちょっと気をつけましょう、うん、ここから真上だったらねもうつかない。新品のエンジンマウント失礼します。エンジンマウントの交換が終わりました。それではね、早速エンジンをかけてみたいと思います。さあどうなるかな。すごい、全然エンジンの振動が減りましたね。びっくりだ。いや片足乗せてるだけでもね分かりました。全然振動ないですね。なんかカローラから急にセルシオになったんじゃないっていうぐらい振動がなくなった気がしました。いやエンジンマウントって聞いてね、なんかすごい大変なのかなと思ったんですけど、いや全然そんなことないですね。道具さえ揃ってはね、多分これ誰でもできますね。車いじりがちょっと趣味な人は。はい、面白かった、楽しかったです。皆さん、いかがでしたでしょうか。ね、今回は初めてのね、このエンジンマウント交換。はい、もうかなりダメージがいってね、もうひどかったです。はい。で本来でしたらね、これね、ちょっと思想行ってなんか感想とかね、まあ撮るのがいつもの定番なんですけど、今日はですね、ちょっとこの後ね、これやりたいと思います。オルトって書いてありますけどね。はい、もうお察しのある方はね、もう皆さん感づいたんじゃないでしょうか。はい、そうです。クランククーリでございます。はい、これただのクランククーリじゃなくて軽量プラス軽が 2% 多くなっております。はい、そうです。いよいよ次からエンジンチューンやっていこうと思いますので、皆さんお楽しみに。というわけでね、やっていこうと思います。でね、今回必要な工具簡単でございます。こ
はい、こちらでございます。こちら、SST スペシャルサービスツール R53 のファンベルトを外すために専用の工具でございます。こちら、このベルトをね、この外すだけのこの道具で、送料込みで、1万円ちょっとです。はい、うん、すごいね。はい。で、そしてこちらが R53 専用のプーリーリムーバーですね。まあ、プーラーとも呼ばれたりするんですけど、プーリーを外すための道具です。はい、こちらで3万6000円しました。嘘でしょっていう。ちょっと待ってますね。はい。おぉ、すごい。ちゃんと説明書も入ってる。嬉しい。こんな構成になっております。なんか、ちょっと、DJ みたいです。これが、今回の作業のために専用で買いました。これ揃えるだけで本当に大変でしたね。今日使う道具と部品代で、このミニクーパー1台変えてしまいます。はい。ね。それじゃあやっていこうと思います。はい、それではね、この SSD を使って、テンショナーのね、緩めます。ここにこうなんか爪がありますよね。この2つの爪。これがですね、テンショナー自体にこう爪させる場所が2つあるらしくて、そこにかけて、テコの原理でクイッと上げる。それで緩むそうです。あった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 。で、あ、ここだ、ここだ、ある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 。これですね、こいつだ、こいつ。わからんね、これで。これ邪魔だな。これなんとかできないかな。これすごい邪魔ですね、これ。頼むぜ。1万円で買った俺のテンショナーツール、仕事してくれ。頼む。なるほど。ここでかけて、よし。お、ベルト取れた。はい、ファンベルト、外せました。とりあえず一回こっちに避難。で、次は、15ですね。15のソケットを使って、こいつのボルトを外します。はい、電動インパクトでね、2時間くらいね頑張ったんですけど全く外せなかったんで、これ買ってきましたわ。エアインパクトレンチセットを買ってしまいました。はい、これね、やばいよ。やばくない？ 561Nってこれめちゃめちゃ強いっすよね。トルク強すぎ。というわけでこれでね、開けていこうと思います。もうお願い、頼むよ。頼むから解いてくれよ。もうすごい結構な投資額いってしまいましたからね、これ。くっそー、きたーきたー、取れた取れた、やったー、取れたー、やったー、めっちゃ嬉しい、取れた。うわ、もう今日ここまでで、わ、めっちゃ取れました、めっちゃ嬉しい。やべって、いや、やべえわ。もう外すまでにこれよ。もう大変よ、これも。はあ、じゃあね、ちょっとこれね、外すために一回ベルトをもう一回戻しちゃったんで、またベルト外します。はい。うわぁ、やった。いや、ここまで来るのにベルト外しすぎて、俺もうベルトの取り付けめっちゃ上手くなりましたよ。この R53 のこのファンベルトの取り付けだったら僕、ちょっと早いっすよ。いや、嬉しい。これ一人でやるもんじゃねえんだよ、マジで。これ、この SST 使い勝手悪すぎてやばいんだけど。やっとこいつの出番です。はい、やっていきましょう。ここからね、抜くために、この専用のプーラーを使います。まず付属のこいつね、これをここに刺していきます。よいしょ。いやー、もう筋肉痛で腕がもたん。はい、つきましたね。で、そうしたらここにね、また付属のこちらですね、先端がなんか丸い、これをね締め込んでいきます。で、これを締めれば、これが上に持ち上がって引っこ抜けるみたいな、そんなイメージですね。で、これは10ミリですね。で、10ミリで、まあこれ締め込んでもね、最後まで入んないんで、ある程度、ある程度のところに入ったら、次は19ミリですね。で、これ本来はね、あんまりインパクト使うとね、あんまよろしくないみたいなんですけど、もうちょっともう筋力の限界を感じているので、文明の力にね、頼らさせていただきたい。で、ここは19ですね。で、締め込んでいきます。こっからゆっくり。Thank you.
来た。取れた。嬉しい。嬉しい。今年一嬉しい、マジで。やばいでしょ。取れました。やったぜ。はい。というわけで、こちらがクランクですね。はい。クランクなんですけど、見た感じ綺麗ですね。これね、ほんとひどいやつになると、もうこっからね、もうオイルが漏れてきちゃってるやつとかね、あるらしいです。で、あと、あれですね、このバイブレーションダンパーがね、このブレて、こう、ケースに傷がついてることがあるらしいんですけど、まあ、それがもう傷つき始めてたらね、もう、替え時ちょっと超えてるぜぐらいなものらしいんですけど、幸いなことにないですね。あれですね、見た目は全然綺麗ですね。はい。ただめちゃくちゃ重たいっすわ。ちょっと重さ比較してみましょうかね。失礼します。ああ、もう測れない。もう測れんレベルで重たいっすね、これ。2.6 キロですって。これ 2.6 キロもあるんだ。はい、それではね、軽量クランクプールの方。やばっ。2キロ以上軽いってことですよ、これ。めちゃくちゃ軽いじゃないですか、これ。これつけたらどうなるんでしょうかね。楽しみですね。はい。で、このね、クランクプーリがどうして壊れるかっていうとですね、これ外側がこう鉄のね、ケースなんで、これは対策品の方ですね。やたら壊れるってことで対策品としてこれが作られたんですけど、この対策品も壊れるらしいです。はい。まあ、どういう故障かっていうと、結局ね、この鉄と樹脂のこの間がこう裂けちゃってね、もう空回りしちゃうみたいな。はい。とんでも設計でございます。で、これはね、R53、R505253 までらしいです。それ以降のものはね、こういうトラブルはないらしいです。どういうこっちゃね。で、こちらの軽量品はもう見てください。もう全部ね、一つの素材できているので、そういったね、破断する故障とかはね、ないみたいで、もう、クランクプーリ壊れたらもうこれに変えるのがやっぱ一番いいらしいです。はい。ということで、これつけていこうと思います。おー、いけた。インサーターを使って、綺麗にね、ぶち込まないといけないです。入ったかな。緩んでしまうかもしれないんで。わからん。回転からですね、回転がすごい軽いです。軽やかですね。これはすごいですよ。
きっと。まだ運転しないんでね。はい、なんとも言えないんですけど。もうね、結構夕方になっちゃったんで、明日ですね。明日ちょっと朝から、試走してこようかなと思います。ね、今回楽しみだな。エンジンマウント交換してから一回も走ってないんでね。それのね、体感もできちゃうと思うと、これは楽しみですね。はい、というわけで、また明日。我慢できずにですね、もう走り行ってしまいました。ね、結果から言うと、やばい。これはやばいです。ね、もう全然パワーが違いますね。ね、もう、早いのよ。なんせ、アクセル踏んだ瞬間のこの吹き上がりが、ふるんっていくのよ。トルクを感じる回転数ってあるじゃないですか、車って。こう、下の方は、なんか、おー、進むな、あ、トルクかかってきたわー、すごい進むみたいな、ね。あるじゃないですか。で、そこまでの到達がめちゃくちゃ早いんすよ、これ。びっくり。ほんとね、踏んで、もうすぐからもうね、力がほんと来るような、感じ。なんだろう。アクセル踏んで、ほんとすぐにね、もうそのトルクかかる場所までね、一気にね、回るって感じなんですよね。だから2000回転までふわーっていって、もうそっから軽いんすよ。うーんっていう。ねえ、ほんと VTEC かっていうぐらい本当に軽いんですよ、これ。身近なもので例えるとするならば、ECU チューンしたスイスポを乗った感じ。ね。嫁のスイスポもね、ECU 変えたらほんと化けたじゃないですか。体感は。あれと同じですね。すんごい速い。さあ、結局、クランクプーリが2キロダイエット成功して、んで、おまけに 2% ね、大きくなったわけですよ。いや、そりゃ変化起きるよね、魂。すんごい。いや、これスーパーチャージャープーリ変えたらどうなっちゃうんだろうね。もうキャンセルしよっかな、これ。いや、15% の小径プーリこれ入れたらどうなっちゃうんだろうね。いや、怖いです、これは。いや、クランクプーリだけでも変わりますね。でも何よりもね、速くなったとか、そういうことよりも、バイブレーションダンパーの破断がもう心配必要なくなったんで、それが楽ですね、本当に。もう、まず R53 の一番ね、走行不能になる故障が、バイブレーションダンパーの破断だったんで、もうその心配がないっていうのはね、やっぱ大きいですね。で、もう今ね、近所なんだけど、もうずっとぐるぐるしてて、ちょうど20キロですね、走ったんですけど、特に問題もなくね、異音もないし、変な挙動もなくて、とてもね、快適に走れたので、まあ、よほどね、まあ大丈夫かな、とは思うんですけど、まあ心配なんでね、まあ、またちょっとしばらく走ったらね、もう一回バラして、アイマークのね、ズレとかないかをね、ちゃんと、こまめに見て、様子見たいと思います。先日のね、オートサロン、めちゃくちゃ楽しかったです。で、私、オートサロンにはですね、ぶっちゃけ、クッスンガレージさんの、ミニマムモビリティ目当てで、行ったまであるんですけれど、なんで、もう別にね、もう向こうで買い物する人が一切なかったんですけれど、もうね、やっぱ、普段ね、なかなか、見ることのできない、いろんな製品がですね、売っておりまして、結構えぐい買い物をたくさんしてしまいました。でね、まあ、その中でもう今回ねミニ用にもねちょっとパーツがあったんで買っちゃいました。こちらでございます。 DTE システムズっていうね、ヨーロッパじゃ結構ねメジャーなメーカーさんなんですけど、はい、そこが出してますね、スロコンでございます。ね、結構スイスポだったらね、いろんなメーカーからね、出てるんですけど、なかなかね、ミニってのは R53 のモデルのミニクーパーって非常にね、種類が少ない。でね、一応日本のやつもね、ピボットからね、結構出てたりしてるんですけれどもね。でね、海外のね、サイトとか見てみるとね、もうまずこれを買えっていうね、記事が結構あったりするんですよね。で、それがね、たまたま売ってたんですよ。というわけでね、ちょっとこれをね、今日はね、取り付けてやりたいなと思います。それじゃあやってみよう。はい、それではね、中身開けていきましょう。あ、ちなみにですね、こちら、お値段にして約、2万7000円でございます。はい、定価はね、3万4000円ぐらいらしいです。
はい、なんでちょっとお得に買いましたね。いや、ちょっとどこじゃない、だいぶお得に買いましたね。はい、それじゃあ中開けていきましょうかね。開封の儀、カッティングシート付きですね。お、やったぜ。はい、でこちらが、コントローラーでございますね。すごいシンプルですね。これ丸ボタン、まあ多分電源ですかね。電源とプラスマイナスしかありません。はい、はい、中身は説明書と、あと保証書、こちら側のホルダーですね。ホルダーが付いてます。そして両面テープ、そしてこれが本体でございます。あ、大体のスロコンってみんな同じなんですけど、あのアクセルのね、の線にですね、これをかますってイメージです。はい、そこの中間にこいつが来る、そんなイメージでございます。はい、取り付けはね、まあ基本的にどの車も一緒なんでね、そんな難しくはないと思います。はい、こちらのお車なんですけど、僕がミニの運転してる動画とかでもよく言ったりするんですけど、この車ってその3000回転まで結構重たいんですよね。はい、まあ、これ全てのミニがそうかっていうとちょっと分かんないんですけど、この車はね、3000回転ぐらいまで踏まないとなんかね、重たいんですよね。トリック、まあ、おそらくですが多分3000前後でスーパーチャージャーの下級がいい感じに来る。はい、そして一気にドーンって加速するんですけど、はい、なんせね、出だしが重たいです。はい、出だしが重たいんですよ。はい、でね、それなんとかしてーなーと思って興味あったんですけど、はいね、やっぱオートサロンっていいね。はい、素晴らしいです。はい、ネットの、ね、評判とか見てても、まあほとんどがね、海外のレビューになってしまうんですけど、まあ非常にいいらしいです。この車につけながらこれが一番いいよというね、レビューがあるぐらいでございます。はい、楽しみでございますね。はい、というわけでね、今から、取り付けていきたいと思います。取り付けは本当に簡単です。ここにですね、アクセルペダルがあります。この後ろにですね、まあ、金具があって、まあ、カバーがついてるんですけど、そのカバーを外すと、線がこんにちはします。そこの線にこいつをかます。はい。で、あとは線は適当に剥がしてね、まあ、どこら辺に付けようかな。まあ、この辺ですかね。はい。はい、失礼します。でね、このペダル、そう、見に行ってね、オルガンペダルなんですよ。はい。なんだこれ。なんか知らんネジが落ちた。はい。で、このカバーを外すと、見えるらしいんですけど、でこのね、ミニの場合はですね、ここになんか穴があって、そこにマイナスドライバーを刺すと中に爪があって、でそれをね、押さえつけてやるとこのカバーが外れるそうです。でもその穴がどこ外れました。はい、でこのカプラーですね、このアクセルのカプラーを外します。はい、外れました。めっちゃ簡単やん、これ。はい、外した後は簡単です。あとはですね、この線をですね、かますだけでございます。あ、カチッて言いました。はい、わかりやすいぐらいカチッて言いました。はい、そして、こちら側でございますね。で、はい。で、あとは線の取り回しに気をつけながら、こいつを戻していく。はい、これで線の割り込みができました。ちょっとね、キー回します。あ、つきました、つきました。お、ここに表示されますね。マイナスでプラス。はい、お、分かりやすい。はい、 OK です。はい、材質的にですね、両面テープがつかなくて、もうここにね、もうビス止めしてやりました。はい、でここにカポッとつけると、ここにつけるともうしっかりついてくれます。はい、 OK、 取り付け完了。早いっすね。はい、カッティングシートはね、この右のリアのガラスに貼りたいと思います。はい、どうかな。はい、このね、小さい字がね、お、いいですね。はい、上手に貼れました。お、さりげない。はい、モードでございますが、こちらシティエコモード、スポーツモード、スポーツプラスモードというね、まあ3つのモードが選べるとのことです。はい、すごいですね。ここに書いてありますシティモード、市街地走行に最適です。最もエコなモードで、ストップアンドゴーを繰り返すような市街地走行向け。スポーツモード、スポーティーな走りが実現するモード、エンジンはよりレスポンスよく反応します。スポーツプラスモード、最もハイパフォーマンスなモード、レスポンスは鋭く全回転域で最適で最大限のパフォーマンスを引き出します。ストックモードは、車両を純正設定に戻します。はい、まあね、ボタン一つでここまでね、切り替えすることができます。はい、わー、楽しみですね。こちらがね、スロットルレスポンスのね、アクセル回路と気持ちよくなるやつ。はい、あ、もうすごいっすね、これ。全然違いますね。ノーマルと、でもシティでも一応あれなんですね。ちょっと感度が良くなるような、そんなグラフですね。もうスポーツプラスやばいっすね、これ。どうなっちゃうんでしょうかね。楽しみですね、これは。
アクセル問題ないですね。はい、OK です。はい、それではエンジンをかけたいと思います。頼むよ。警告とか変なの出ないでよ。行きます。おー、久しぶり。大丈夫ですか？あ、大丈夫ですね。うん、まあいつも通りの回転って感じですね。それではエコモード。今エコモードにしました。あ、ちょっとエコモードでもレスポンス上がってますね。次、スポーツモード。あ、気持ち、エコと比べると、うん、ちょっと効いてる。まあ、エコモードと比べるとちょっと効いてるかなって感じですね。じゃあ、スポーツプラスいくよ。はい。あ、変わんないですね。あ、これか。これを、じゃあ1段階上げてみよう。はい、今1段階上げました。あ、ちょっと軽くなったかなって感じですね。じゃあもうマックスいこう。あ、おお、うんうんうん、あ、すごい、うん、踏んだだけでもねちょっと違うのは分かりますね。じゃあちょっとノーマルにします。あ、うん、あれですね、あの同じぐらい踏んでも、はい、とりあえずねエンジンかけたところ、問題なく、はい、動作しております。はい、ね、すごいですね。じゃあ運転してみようか。楽しみですね。わあ。はい、今ねエコモードで走っております。いや、普通のさスロコンってさ、エコモードにするとちょっとアクセルが重たくなって、まあそれが燃費に貢献するよっていうものだと思うんですけど、あのね、こちらのこの DT のペダルボックスはですね、エコモードにするとなんかレスポンス上がります。多分だけど、あのあれかな、あの純正より、あのこれ何に対してのエコなんだろうなこれ。あのね、純正よりも良くするっていうのが多分国産メーカーとかの多分設定だと思うんですけど、これは違って、あのちょっと燃費悪くなるけど走りを特化させたいよね的な、そんな感じがするね。だって普通そうだよね、開閉上がったらガソリンその分吹くってことだから、うん。どういうことなんでしょうか。とりあえず今からちょっとね高速道路に乗って検証してみたいと思います。あ、いいっすね。はい、あ、非常に快適でございます。こちら走行中でも設定の切り替えができます。はい、じゃあスポーツモード。おーおーおー、あー、よ、おお、よりいいです。まあ当たり前か。はい、エコから今スポーツです。いや、これいいな。まあでも正直ノーマルとエコモードでかなり違いがあって、エコとスポーツはそんなに差はない感じですね。うん、気持ちいいわこれ。うん、車体がね、まあ、軽くなった感じがしますね。スロコンってさ、まあ、車のパワー自体は変わってないけど、そのペダル踏んだ時のそのね開閉をちょっとごまかすことで、ちょっとしか踏んでないのに車側はいっぱい踏んでるからいっぱいガソリン出そうみたいなね、そのねちょっと誤解的なものを車に与えて、まあ体感車が速くなるみたいなね、まあ、そういった商品なんだけれども、やっぱ実際やっぱ気持ちいいな。全然違うもんね。ちょっとノーマルに戻してみよう。もう違うもん、違うもん、全然違うわ、重てえ。急になんかね、急に車が鈍くなったようなそんな錯覚が陥ります。じゃあスポーツプラスに。おー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 おおおおおおお、足動かしてないんだよ、あの一定のとこで踏んでたんですよずっと。でも今分かりました皆さん、足は動かしてないです。速くなりましたよね、速くなりましたよね、これやばいな。ちょっとすいません、今まだほんとペダル足ちょっと乗せるだけだからね。おー、はい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 、なるほどね。まあでもやっぱあれですね、その公開転移ではそんなに違いは出ないですね。このアクセルの開閉の感度を変えてるだけなんで、まあ行き着く先は一緒なんでね、まあ、さっきのグラフ見ていただければね分かると思うんですけど、まあ膨らんで
の純正と同じ加速域に乗ってくる。もうまさにその感じですね。高速じゃちょっと分かりにくいなこれ。普通に多分街乗りの方が分かりやすいですね。このミニのねシートヒーターめちゃくちゃ強力なんですよ。アチッってなりますね。あります？車運転しててシートヒーターつけてアチッってなるの。いやほんとマジで熱いんだって。マジで本当にびっくりするよ。なんか低温調理ぐらいできるんじゃないこれね。まあ、ちょっとそれは持ったけど、お腹すいたな。おお、普通のノリで発進すると前輪が泣きます。怖っ。燃料ポンプを変えます。燃料ポンプに関してはマジで突然死するそうです。怖いよね。で、だいたい燃料ポンプが壊れる目安というか、あの 100% その通りではないんですけど、だいたい8万キロぐらいからね、そういう不具合が多発するそうで、まあちょうどこの子ももうあとちょっと走ればもう8万キロなんで、まあそろそろ変えた方がいいかなということで、今回燃料ポンプを取り寄せました。はい、じゃあ開けていきましょうかね、開封の機。こちらがミニの燃料ポンプでございます。なんか見た目はあのダイソーの噴霧器みたいですよね。はい、重たさもね結構近いですね。結構軽い、意外と軽いですね。はい、で、まあ、仕組み的には、まあ、ここにコネクターがありまして、で、まあ、ここからねそのガソリン出せようっていうね指令が来て、でここの中のポンプが動いて、でここからガソリンを組み上げて、で燃料フィルターに送って、でそこからエンジンの方にね供給されるという仕組みでございます。そしてこのなんか自転車のペダルみたいな、まあこれフロートなんですけど、これがガソリンのねこのタンクの容量をねここで調べてくれて、はい、でここが下がってくると、まあ、ここにこう電極がついてるんですけど、ここの多分抵抗値で残りのガソリンのね容量をメーターに表示してくれるっていった、まあ、そういった仕組みでございますね。見た感じはめちゃくちゃ簡単です。はい、すごい簡単な部品構成で、はい、お送りされておりますね。というわけで今日はね今からミニの燃料ポンプを外してこいつに付け替えていこうと思います。それじゃあやっていこう。燃料ポンプって言われてもね、故障するとね、何が起きるかというと、まずは、セルは回ってもエンジンがかからなくなります。車好きな人はね、みんな多分わかると思うんだけど、キーを回した時に、車の後ろの方から、ウィーンっていう電子音みたいな、なんか電気の、なんかモーターか何かがね、動くような音がするんですけど、まさにその音が燃料ポンプの音です。ちょっとね、聞いてみましょうか。このミニのね、燃料ポンプは、助手席裏の後部座席の下にあります。でね、キーをちょっと ACC 入れますよ。聞こえるかな？聞こえました？もう一回いきますよ。はい、今のウィーンっていう音が燃料ポンプの音です。これがね突然聞こえなくなるんですよ。怖いですね。もうあれが聞こえなくなったらね、もうガソリンがあのエンジンの方に回らないので、もう完全に不動車になります。まあ、これもしも出先でね寝なってしまったらどうしよう。はい、一応ね応急処置的なことはできます。それは何なのかというと、燃料ポンプ自体を叩く。はい叩くとワンチャン、あの、吸い上げてくれみたいな。なんか昭和のテレビみたいですよね。まあでもそうならないためにね、今日はね、もう変えたいと思います。はい、燃料ポンプ交換のね、前に必ずバッテリーを外しましょう。まあバッテリーのね、マイナスだけでいいです。マイナスを外します。はい。はい、今ね、バッテリー外しました。で、ミニのね、燃料ポンプ。この下にあります。で、このね、椅子を上に上げます。基本的に他の車とかって結構ね、この内張り剥がしたりとかね、まあ大変なんですけど、このミニに関してはめちゃめちゃ優しい。これ見て。はい、もう外れました。燃料ポンプです。そして今僕が座ってる側の下には燃料フィルターがあります。で、フィルターなんですけど、前のオーナーさんがね、もう半年ぐらい前に、あの、お店の方で、あの、交換されたそうです。燃料ポンプは変えてないとのことなんで、はい、今日は燃料ポンプだけでやっていこうかなと思います。はい、こちらが燃料ポンプをね、外すまでに使う工具でございます。はい、10ミリのね、ソケット付きのラチェットと、あとね、アイマークを一応ね、書くシーンがあるので、まあ、ペンですね。ハンマー。そして、ウエス、マイナスドライバー。はい、まあ、これマイナスドライバーじゃなくてもいいんですけど、まあ、なんか、金属で、
はい、爪のあるやつがあれば多分できると思います。というわけで、まずは、ここの10ミリのネジを外していきます。で、見た感じ、1、2、3、4、5、5個あるね。はい。これを外します。はい、外していきます。はい、うわ、汚っ、 めちゃくちゃ汚いっすね。うわ、これはほんと一切変えられてないですね。これ多分あれですね、新車当時から変えてないですね。うわ、汚ねー、ほら、やばいでしょ。で、こいつ、これをね、開けたいんですけど、その開ける前にちょっとあのアイマークをね、書いときましょうかね。はい、この位置ですよと。ここの爪をね、ここに爪がいっぱいあるんですけど、ここに、マイナスドライバーなどね、当てて、で、ここは金属ね、ハンマーね、叩くとね、ここはいっちゃうんで、ちゃんと叩けるね、最初はここは金属のものを使いましょう。で、あ、来た、回った。しまった、先にこのコネクターを押さなきゃ。このコネクターは、左に一回ずらすと、こうやって開きます。そしたら上に引っこ抜くだけ。はい、外れました。はい、あとは手でいけますね。で、これをよし、上に引っこ抜くとね、こうやってガボっていきます。うおー、すごい。で、この中にホースが2本とコネクターが刺さってるんだったかな。手で引きやすいようになってる。で、これがオーリング。はい、これももうまあ状態は綺麗ですね。使おうと思えば使えるけど、まあ新品ついてきたんで、これも新品買えます。すごいよね。うわ、いいんだこれ。コネクタはガソリンまみれなんですけど、まあ、こういう仕様なんで大丈夫なんですね。はい、でホースはこれか。うわっ、うわっ、バーイ。くそ、ちょっとこれね、加圧されてるみたいで、あの、最悪最悪、飛び散ります。多分中でね、多分加圧されてて、それが一気に抜けてガソリンが噴き出します。あー、最悪まあガソリンの匂い嫌いじゃないからいいんだけどさ。一応今ホースとコネクタが外れたんかな。真上に引き抜きます。一回ね、まず真上に引き抜きます。で、うわ、ガソリン入ってる。はい、で、ここまで来たらね、フロートがあるんで、フロートを避けながら、フロートの引っかかりに気をつけて、よし、来た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 、よし、ポンプ内にあるガソリンちょっとここで捨てておきます。はい、こちらが、ガソリンのタンクの中です。結構入ってるね。もう下の方とかすごい綺麗ですね。なんかね、僕が見た人だとね、中にね、なんかタールみたいな、ね、ドロドロしたもんが下になんかこびりついてたりとかしててね、結構汚かったんですけど、非常に綺麗です。はい、こちらが新品との比較でございます。はい、やっぱりね、色はかなりこっちのがもう、沈着しちゃってますね。で、見た感じなんですけど、フロートのね、長さが微妙に違うんだよね、これ。ほら。新品の方は短いんですけど、このね、最初からついた方は長いんですよね。どういう違いがあるのかちょっとわかんないんですけど。ね。で、こちら側。ここら辺はほぼ一緒なんですけど、ちょっとこれ気になるね。このフロートのこの長さ。ね、これがどういう影響を与えるのかちょっとなんとも言えないですね。で、微妙に、ここのね、配置が違うんだ。なんか微妙に違うし、こっちの方が中のモーターが小さいような感じがするな。おー。はい、それではね、この新品の燃料ポンプ、ぶち込んでいきたいと思います。はい、それではね、この忘れてはいけない、このフロートの保護を取ります。
これさすがに忘れんよな。なんか自転車のペダルみたいで可愛いっすね。先ほどとの逆手順ですね。他なんか保護されてない、大丈夫。斜めからフロートをね、傷つけないようにゆっくり、はい、よし、よし、よし、入ったよし、わー気持ちいい。入ってコネクタを挿して、で、はい、もう一段ね。もうこれ以上入らんね、これ。あ、アイマーク意味ねえわこれ。はい、はい、それではね、バッテリーをつなげて、きちんとね、ポンプが作動するのか、見ておきたいと思います。はい、それではね、キーを回しています。ちゃんとウィーンって言うかな。すげえ。何今の音、でかっ。おー、やば、音が全然違いますね。もう一回やっとこう。はい、それではね、エンジンかけます。最初のうちはね、あのガソリンがエンジンの方まで行き渡ってないんでね、何回かね、ちょっとセルを回さないといけないんで、はい、いきます。え、一撃。あれ、一撃だ。メーターの位置も問題なさそうですね。ずっとこっちもね、モーター回ってますね。ちゃんと燃料送ってくれてますね。作業が終わりました。それではね、一回これでね、運転してみようかなと思います。ね、燃料ポンプ交換したらね、走りにどんな違いが出るのか気になりますよね。モーターの音も全然違いましたからね、多分なんか変わるんじゃないかなって、そんな気がしないでもないんですけど、はい、というわけでちょっくら走ってきます。車内がほんのりガソリンスタンドの香りがしますね。とりあえず今ガソリンがないんで、ガソリン入れてきます。
親身に変わったっていうのはねすごく大きいです。心のゆとりが違う。うん、今までいろんな場所遠出してきたけど、もうこのミニをね僕があの譲っていただけるような時にもうすでに、まあ、調べてはいたんですけど、うん、その突然死して、まあ、一番故障する場所とかねいろいろまあ調べてて、でとりあえず変えたいなって思ってた場所をねあの全て変えることができたんで、まあ、これでね安全にね長距離運転できるんじゃないかなと思います。うわー楽しみだな。いや今までさあの嫁に運転してもらうのがねちょっと怖かったんですよ。やっぱり何が起こるか分かんないし、うん、そういう不具合がねあった時嫁一人だったらねやっぱ心配じゃないですか。でそれもあってまあこれはもう僕の車っていうふうにね言ってたんですけど、まあここまでやれたら、うん、まあとりあえず一安心かな、うん、と言っても、まあ、嫁がこの車運転したがるかどうかは微妙なんですけど、はい、はい、というわけでね今回のこの燃料ポンプ交換ね、今回かかった、気になるお値段、部品代が11,000円、そして送料が1,000円、はい、12,000円で、はい、燃料ポンプを交換することができました。格安。はい、これねディーラーにお任せしようとするとですね、まあ、正規品、そちらがね30,000円から40,000円ぐらいするそうです。はいね、あの性能的には変わんないのにね。はい、まあでもその分やっぱね正規品ってことでね、あの正規品ってだけでやっぱりね信頼度は高いですからね。はい、部品代、工賃いろいろで60,000円から70,000円、はいぐらいが相場らしいです。はい、やばいね、7分の1ぐらいでできちゃった。インジェクターをね変えようと思います。以前燃料ポンプを交換しましたね。モーターの音がねすごい凄まじくねいい音でね、もうガソリンを送るぜっていうのがねすごいねビンビン伝わるようなねあのビンビン丸になったんですけど、あれはガソリンをねこう送ってく一番上の上流でございます。はい、で上流からこう来たガソリンはフィルターを通ってそのまま、まあ、ここに来るわけですよね。後ろからここまで送ってこられる、そして出口、はい、そこがインジェクターでございます。あのガソリンをねあの噴射する場所です。はい、でそこを今日は変えたいと思います。まあ理由としましては、まあリフレッシュっていうのが一番の、まあ、目的なんですけれど、今回ね僕が購入したインジェクターはこちらでございます。こちらの部品でございます。はい、皆さん見えますか、こちらでございます。ここからですねガソリンが送られてきて、でもここにも電極を挿す場所があるんですけど、まあコネクターですね、コネクターから来た電気信号でここが開閉して、シュッ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 ってこう先端からねあの霧状のあのガソリンがピュー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 出ると、はい、まあそういったものでございます。でこちらはですねジョイクーパーワークス対応のインジェクターでございます。はい、従来の、インジェクターよりもですねガソリンの噴出量が多いものでございます。ね 380cc というものでございます。ちょっとごめんなさい、純正は何 cc かちょっと僕わかんないんですけど、なんせジョン・クーパーワークス、はい、こちらのクーパー S の最上位の、はい、グレードになるんですけど、なのでもうガソリンのねあの噴出量が多いというわけでございます。はい、でこちらねこうマフラーとかインテックとかもね結構いろいろ改造しましたね。なので空気は多分ね普通のクーパー S でもいっぱい吸ってる状態なんですよ。やっぱりねガソリンもいっぱい送ってあげないとね、やっぱり帳尻合わないんじゃないかなと思いまして、はい、ちょっと今回はですねアメリカから取り寄せさせていただきました。いやーちゃんと届いてよかった。はい、というわけで今日はこれをつけていこうと思います。イエス、あ、いいっすね。あ、はい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 、おーおー、はい、 G 力が効いております。結構強いかも。あー、このラチェットの音わかる、これうわーすげえメカニックって感じ。開封の儀よし、うん、はい、見えてきました、こちらです。この 1,2,3,4、 はい、これがインジェクター。はい、そんな感じですね。うわ、ちょっと待って、うわ、やっぱこれあれだ、エンジンのこれガスケットこれダメだわ。なんか新たな、ほらこっからこれ見える、これここちょっと滲んでますね。間違いなく中のガスケットもう買い時ですね、これ。うわー、また仕事が増えた。やっぱ買えなあかんっぽいっすね。で前回ダメだった3番のシリンダーちゃんはお元気でしょうか。あ、やっぱちょっとオイリーだねこれ。あー、もうこれ多分中のガスケットですねこれ。
またやりますわ。はい、でね、このね、インジェクターをね、変える前に、以前ね、オイルキャッチタンクつけたじゃないですか。で、動画のコメントで、このポーズちょっと、なんか、柔らかすぎて、不発でへこんじゃうんじゃないっていうね、コメントいただいたんですけど、ちょっとそれね、気になって、自分で見てみたんですよ。その通りでした。いや、ほんとマジありがとう。マジ助かった。これ、ホースがね、これ結局弱すぎちゃって、ホースに剛性がないから、このエンジンの不圧で凹んじゃって、結局、中のこの不圧のね、空気がそのまま、インテークの方に戻っていかずに、もうここでただとどまっちゃってんだよ、エンジンの中で。よかったです。ありがとうございました。ここのオイルキャッチタンクのホースも変えたいと思います。そしてね、今回僕が買ったホースはこちらでございます。はい。耐油性のかなり頑丈なホースです。はい。きちんとホースバンドもついてきてます。はい。これにね、付け替えたいと思います。これすごいよ。めちゃめちゃ。こう、ちゃんとね、こうやってしなるんですけど、このホースのこの中にちゃんとね、ワイヤーが入ってるんで、凹まないっていう。はい。いや、もう最初からこれを一緒に入れといてほしかったですよね。はい。ね。これすっごい頑丈なんですよ。すいません、セルフエッセンを始めてしまいました。本当はお腹にやるつもりだったんです。あー、またやった。これに付け替えたいと思います。ういー、もう見てください。そりゃへこむよな。もうだってほら、もうずっと不圧でへこんでた跡こうついてますもんね。これね、ここがキューってなってたんだろうね。ごめんね、みんちゃん。あ、来た。はい、とりあえずホースの交換が終わりました。じゃあお次はいよいよこのインジェクターを外していく。はい、ここにね、クリップがあって、このクリップを押さえると上に簡単に突っ込けますね。なるほど。はい、ミニの癖して意外とここは優しく作られてますね。ちょっと一旦こいつを外しの、インジェクターにつながってるこのカープラーの親はここですね。ここです。大元はこちらですね。ここ外して、とりあえずこの周りをね、作業しやすい、状態にしていこうと思います。いや、もうやっぱね、高年式のね、車やっぱね、カップラーがだいぶ腐ってることが多いんでね、本当に怖いんですよね、このカップラー外し。特にエンジンなんて、エンジン付近なんで、なんか熱のダメージ蓄積されて結構脆くなってると思うんですよね。それが怖いです。ここにスライドしてあげて、うわっ、やばい。ちょっと待って、プラスチックパーツ落としてしまいました。まだ幸いなことに、まだ指に見えてます。あ、ただもうそこに、あ、取れた。あ、取れました。うわ、やった取れた。もう終わりだと思った。よかった、取れました。いや、やっぱこれ持っててよかったです。はい、こっから先はね、ちょっとガソリンがわっしょいする可能性があるんで、今後ろのシャッターを開けました。ちゃんと換気してやりましょうね。はい、ちょっと怖いんで照明もちょっと遠くに、はい、やります。ちょっとよし。はい、外しました。まあ、結局ね、燃料ホースは外さなくてもいいみたいです。はい、もうバッテリー切ってるんでね、もうこっちからの圧はね、ここが一瞬ね、バッてこう空気がシュッて出て、はい、少しね、やっぱりね、ちょっと噴射しました。はい、はい、こちらがですね、先ほど前についていた純正のインジェクターでございます。はい、で、こちら上側が、今からね、取り替える 380cc のインジェクターでございます。はい、まあ、パッと見た感じね、違いはどっかって言ったらこのカプラーだね。この色がベージュか青かっていう、はい、そんな感じです。で、これね、ちょっとこう岩の中だけね、このオーリングついたんだけど、これ外した勢いでどっか飛んでっちゃって、はい、まあもうこれ使わないんでね、まあいいんですけど。はい、じゃあちょっと見てみようかな。おお、違いがありました。はい、これがね、先ほどまでつけてた純正のインジェクターの先端です。はい、2つ穴が開いてますね。で、これが変える方、四つ穴です。あー、すごい、先端が違うんですね。はい、で、形状もちょっと違う。いや、ほぼほぼ一緒か。
穴の数が多いイコール出てくる面積が多いので、出てくるガソリンの量も多いと。なるほど、こういうことですね。はい、それではね、また組み込んでいこうと思います。インジェクターの交換はとりあえず終わりました。エンジンはかけないで、ポンプを回してね、はい、ガソリンを送っていきたいと思います。それじゃあポンプ回します。とりあえず燃料ポンプ回してもね、漏れっぽいものはないんで、とりあえずは大丈夫かな。うん、つなぎ目もちゃんとオーリングがしっかりつながってて、でここももう死ぬほど締めたんで、はい、もう完全に中に密着してるはずなんでね。はい、というわけでね、またインタークーラーとかね、みんな組んでいこうと思います。はー、大変だ。はい、とりあえずね、これ全部戻しました。それではね、エンジンかけてみたいと思います。大丈夫かな、心配でしかない。消火器ならすぐあります、安心してください。いや、ダメだ、安心できない。ではかけます。思想行ってきます。はい、心配なんで。はい、とりあえずガソリンの匂いとかはしないんでね、ガソリンが漏れてはないね、ないです。はい、いや怖え怖さと楽しみが今すごい両立しとるよ。ほら、ワクワクするぞってまさにこの気持ちなんでしょうかね。え、ワクワクするぞ。やらかした臭いです。実はね、この家から出るときにちょっとね、エンジンのかかりが悪かったんですよ。はい、でね、まあ、多分もしかしたらそのフューエルラインの方にですね、まあ、さっき外してたんでガソリンが回ってなかったから、エンジンのかかりが悪いのかなと思って、でそれから何回かね、エンジンかけたり消したりをね繰り返したんですけど、毎回ねエンジンのかかりがね悪くなってしまいまして、はい、でね、調べたんですけど、おそらくですが、あそこのね、インジェクターがみんなついてる、棒あったじゃないですか。あれ何なのかと言いますと、フューエルプレッシャーレギュレーターっていうね、まあ、部品になるんですけど、それが、壊れた臭いです。いや、新年早々やらかしましたね。はい。まあ、動画撮ってるのは2022年の12月の30日なんですけども、はい。年末にやらかしましたね、私。うわ、やっちまった。まあ、これが壊れると、まさに今この耳で起きてるエンジンのかかりが悪くなる、こうなってしまうんですね。やってしまいました。もう思い当たる節はね、もうあれしかないですね。はい、まあでもね、それ以外はね問題なかったです。はい、非常にね、高回転域でのね伸びが良くなったっていうか、今までと比べると高回転、まあ4000回転以降の伸びが良くなった気がします。だけどね、6500回転ぐらいの時にですね、なんか制御がかかって、なんかもう多分もうすぐにもううーんってこう、多分燃料カットかなんかの制御が入ってると思うんですけど、回んなくなってしまう。はい、まあ普段そこまでね回んなかったんですよね。多分そのガソリンのね送る多分詰まりがあったんでしょうかね。まああれですね、
こればかりはやっぱコンピューターですね。やっぱコンピューター変えないと、100% ね、380cc のインジェクターの効果はね、発揮できないんじゃないかなと思います。いやー、しかしね、本当に、まあ、レギュレーターですね、これは。ちょっともう一回やってみよう。もう一回ね。いつもだったらこうキー回すと一発でつくんですけど、どうかな？もしかしたらね、結構走ってきたからね、大丈夫かな？ほら。ほら。ね？ね？やっぱり。ほら。これ、レギュレーターやりましたね。やっちゃいましたね、これ。はい。まあ、次回は、まあ、次回と言いますか、まあ、部品が届き次第ね、次は、フューエルプレッシャーレギュレーターをね、交換して、やりたいと思います。はい。やってしまいました。はい。いや、でもね、故障はね、自分の成長チャンスだと思ってるんで、はい。強く生きていきたいと思います。え？なんかなおさらかぶりな感じがしますね。ずっとエンジンかけてなかったん でこれでもう一回キー回してかかんなかったらかぶってるかもしれないですね。ちょっともう一回やってみよう。調子いいっすね。嘘でしょ。ちょっと待って、え、調子いいやん。なんで？ちょっと待って、今日さ、俺これ買っちゃったんだけど。え？プレッシャーレギュレーター買おうと思ったら、すごい高かったんですよ。もういいや、この際と思って、ジョン・クーパーワークスの、もうそれそのものを買ってしまいましたね。はい。はい、こちらの、フューエルラインなんですけど、インジェクターと、レギュレーター、で、このフューエルライン、もう全部セットの、ジョン・クーパーワークスからもぎ取ったやつです。これ買っちゃった。嘘やん。なんか調子良さそうっすね。マジ？ちょっと中見てみよう。いや、まだね、今エンジン始動しただけなんで、まだ実際に走ってないからあれなんですけど、ちょっと他の場所が壊れてないかいろいろ見てみようと思います。最近ほら、このさ、ミニからオイルが漏れるって問題あったじゃないですか。であれもね、ちょっとどっから漏れてるかわかんないんで、今日はね、探ってみようかな。え、ちょっと待って。おー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 。なんか漏れてる場所が増えてるんだけど。マジ？これ皆さん分かりますか？これ。これ、パワステのオイルの、まあ、タンクになるんですけど、見て。めっちゃ漏れとる。めちゃめちゃ漏れとる。こっからなんか下に垂れてる感じがするんですよね。わー、見にくいかな。垂れてるんですよ、なんか。また嘘でしょ。マジか。いや、手のかかる子ですね。とりあえずちょっと上げてみないと何とも言えないんで、一度上げて下から覗いてみようと思います。おー、やばいね、これ。なにこれ。こっちはね、オイルと分かってんだよ。これやばくない？これ、なにこれ。めっちゃ漏れとるやん。はい、セーフ、セーフ。いや、アウトだ。上がりました。それじゃあね、ちょっと下潜ってみようと思います。でね、今日はね、こんなもん用意しました。整備士の方は皆さんおなじみだと思いますが、クリーパーです。はい、クリーパー買っちゃいました。はい、これね、アストロプロダクツでね、いくらだったかな、1000、3、4000、
4000ですね。4000で買いました。はい、というわけでね、ちょっと下潜ってみたいと思います。お邪魔します。うわマジでやばいかもしれない、これ。よいしょ、お邪魔します。やばいっすね、これ。もうオイルがベッタベタですね、これ。いやー、これはすごいな。こんなことなってんだ。とりあえずちょっと一回これ外して見てみたいと思います。もうここからも漏れてるもんね、これ。すごいことなってる。お邪魔します。入ってはいるな。一応入ってはいますね。だから本当に最近漏れ始めたって感じですね、これ。多分だけど、今までこんななかったもんね。やば、オイルが。何これ、何の油これ。エンジンなのかこれ。でね、調べたところによると、ステアリングフルードがね、ここに溜まって、このファンがね、ぶっ壊れて、大変なことになるらしいです。ほかっとくと。まあでも、まだね、ファンにはまだ、オイルはついてないんで、まあ危ないとこでしたねって感じですかね。まあ、ここのエンジンマウントもだいぶここ、腐ってますね、これ。ここのね、エンジンマウントもやっぱ変えないかんっぽいですね、これ。だいぶここのね、樹脂がもうなんか、ひび割れてますもんね。また近々ここのね、変えたいと思います。こちらのこのホースバンドありますね。これがですね、どうやら悪さをして、でここを変えるだけでね、改善する場合があるそうです。はい、こちらでございます、ホースバンド。あ、こっちですね。うん、これはいらないね。多分こっち12ミリが19で多分全然足りると思います。はい、マイナスドライバーですね。これで開けていきます。入るかな。何これ、緩んどったってだけ。これすいません、これに変えるって話だったんですけど、なんかね、純正品じゃないですね。すでに純正品はもうそのこれ何ミリから何ミリまでっていう風に調整できるんですけど、純正のホースバンドはなんかもう完全固定式らしくって、で使ってるうちにだんだん緩んできちゃって、でもっと締め込みたいけど、元からの純正のバンドはもう完全にその一定の大きさにしかならないので、で結局漏れてきちゃうんで、この市販のこのねホースバンドに変えるっていうね、まあ対策が取れるらしいんですけど、これ対策済みですね。これ過去にやってますね、これディーラーさんがどっかが多分なんか直してくれたんでしょうね。でそれが走ってるうちに緩んできて、多分そこの付け根から漏れてきちゃったと。で今また閉めたんで、まあちょっとこれで様子見ようかなと思います。まあ今日せっかくね、まああげたんで、こちらも変えたいと思います。ジョンクーパーワークスのフューエルラインです。はい、これもつけよう、やっぱり。うん、ちょっとプラグの様子見てみましょうかね。あ、見てくださいこれこっちはね、別にかぶり気味って感じじゃないですね。白いんで、はい。ただね、ほら、上、これオイルついてるんですよ。前までね、こう3番がすごいね、オイル漏れが激しかったんですけど、徐々に他のね、とこにも侵食してきたって感じですね。ガスケットをまた変えます。こちらも同じく2番も、そうですね、被ってはいないですね。はい。3番ちょっとあれですね、先端が少しオイリーです。大変だ。4番もその特別被ってるって感じはしないですね。濡れていないんで。ただこっちですね、こっちがちょっとオイル汚れがついてます。でこちらがジョン・クーパーワークスについてたというフューエルラインでございます。インジェクター、こちらが話題のフューエルプレッシャーです。はい、フューエルプレッシャーレギュレーターです。
待って待って、やばい、ここで、ここはまず、ここはまず。オーリング死んでますわ、これ。オーリングがもうボロボロで隙間が空いたっぽいですね、これ。なんで？なんでこうなったの？嘘でしょ？壊れてます。やば。やっぱこれ、いかんっすね、これ。海外の、ほら、もう溶けてるもん、これね。ダメじゃん。これはエンジンおかしくなるわ。マジか。こうなってました。わかる？これ、ボロボロ。危な。皆さん、やっぱ海外のものは気をつけましょう。マジか。大丈夫これ。新品で買ったばっかなの。うわ、ちょっと先端を付け替えます。これダメだ、これダメだ、これ危ない。はい、こちらがね、購入したジョン・クーパーワークスからもぎ取ってきたやつなんですけど、はい、まあ多分インジェクターこれ一緒だよね、これ。見た目じゃ全然違いわかんないですね。多分同じものかもしれない。結局元に戻すけどね。はい、でこれつけていきます。それではね、一度エンジンかけてみようと思います。これで一発指導してくれたらね、いいんだけど、ちょっと怖いっすね。忘れてるのない、忘れてない、大丈夫ですか。かけます、いきます。アイドリング今ちょっと高いっすね。で、他異常コードは出てないですね。はい、こっちは問題なそうです。あ、特に異常は出てないみたいです。タコメーターの動きもね、うん、調子いいですね。いやー、見てくださいよこれ。ボロボロ。ボロボロですよこれ。ひどくないですかこれ。やばいじゃん。もうだってこれさ、ガソリンがついた場所溶けてんもんこれ。だから元からもう品質がやばいんだこれ。今度インジェクターで絶対ありえないでしょこんなこと。やばくないこれ。インジェクターの先端ぶっ壊れてますこれも。はい、というわけでね、原因はですね、かぶりとかのフュエルプレッシャーレギュレーターとかのねせいじゃなくて、そもそものインジェクターがぶっ壊れてるっていうね、まさかのね、もう誰も予想しなかったね、はい、あの事態でございました。こちらです。シェルのヘリックスウルトラ 5W40 ユーロって書いてあります。こちらね、シェルの輸入車用のオイルでございます。で、あのね、本当はこのミニね、この指定オイルがね 0W の40なんですよ。で、なんだけどね、 0W 売ってなくて 5W しか売ってなかったんで、あの数値違いますけれども、いろいろ調べてみたら5でも0でもどちらでも実は大丈夫らしいんで、とりあえずこちらの 5W40 入れさせていただきたいと思います。でね、これ今2缶あるんですけど、これ4リットル、これ1リットル、オイル交換に必要な量は 4.5 リッターだそうです。いやらしい。ちょうどいい 4.5 っていうのがあればいいんですけどね。はい、ちょっと 500cc 余っちゃいますね。というわけで、とりあえずオイルをね抜いていきたいので、まず車を上げたいと思います。上げまーす。久しぶりでございます。オイルフィラーキャップ外れますね。ちょっと今オイルがね、ちゃんと入ってるのか見ましょう。ちょっと、まずは取ります。抜きます。はい、見てみましょう。はい、オイルは入ってますね。うん、空欠ではないですね。オイルドレンはですね、この真下こちらですね。なんかもう
あのいろいろどっから燃えてるか分かんないけどかなりオイリーなんですけども、はい、これですね。これを外すと、見えるということで、めちゃくちゃオイル漏れてんだけど死ぬほどオイル漏れてますねこれ。マジこれさ、ちょっと待って待って、おう、ここにオイルが溜まっている。で、この上には何があるか。ドレンボルトがここにありますね。え、もしかしてこれドレンボルトからこれ漏れたやつこうね、いろんな場所に波及してってってこと、これひょっとして。え、とりあえずちょっと緩めます。よし、緩んだぞ、今緩んだぞ確実に。怖いな。来た。よし。おー、危ねえ。黒。めちゃくちゃ黒いですね、これ。え、やば。ロングライフオイル、これ、怪しすぎませんか、これ。めっちゃ黒いっすよ。これ、ほら、この木に乗ってるやつ見たらわかるけど、かなりね、汚れてんすよね、これ。はい、こちらがね、BMW 純正ロングライフオイル3万キロに対して、途中のね、残り 1.7 万キロ使えますよのタイミングで抜いたものです。めちゃめちゃ汚いめちゃ汚い。いや、これで残り 1.7 万キロはちょっとね、精神衛生的にはあまりよろしくないですね。団子をつけて焼いたらいい感じのみたらし団子ができそうな、そんな濃さです。私は今ワールドインポートツールズに来ております。 KTC、 スナップオン、クニテックスはもちろん、シグネット、ベラ、バート、デフォルトなど世界中の工具メーカーがこのお店に集まってます。見たことない工具、こんな便利な道具も、感動がいっぱい。なんとチャンネル対象のグッズも買えちゃいます。横浜に来たらワールドエクスポートツールズ。はい、それではね、オイルを入れていきます。4.5 リッターなんで、まずこのね、4リットル缶をそのままぶち込んでやります。いや、さすがに怖い、怖いな。さっきまで飲んでた、麦茶のペットボトルで作った麦茶醸造です。はい、まあ、中の水分は全部ね、拭き取ったんで大丈夫です。あ、言い忘れたけど、ちゃんとドレンボルトは閉めました。はい、すいません、取り忘れましたいや、多分何人か、あれ、ドレンボルト閉めたっていうふうに、ね、多分思われると思うんですけど、すいません、閉めました、撮影し忘れました。はい、今これで4リッター入りました。はい、そしたら残り500ミリリットル入れます。はい、そしてね、オイルとついでにこいつもぶち込んでおきます。エンジンオイル添加剤、オイル交換帳、車のサプリメント、ループエンジンリカバリーということでね。はい、まあこちら、ね、燃費改善、振動音低減、パワー回復、エンジン寿命延長、エンジン内汚れ防止、オイル劣化抑制ということでね、もうすべて欲しいステータスです。というわけでこれもぶち込みます。うわ、すっごい蜂蜜みたいですねこれ。すごい、わかります、これ見えますか、ほら、もう蜂蜜ですねこれ。完全にパンに塗る粘土してますよこれ。これオイル入れるときにさ、オイルと混ぜて攪拌してから入れた方が良かったかもしれないですねこれ。そんな感じするけど、どうなんでしょうか。ちょっとこのまま放置だ。というわけで、とりあえずね、オイル交換の方は終わりました。ですがね、不具合の原因は、おそらくオイルは全然関係ないです。で、コメントね、たくさんいただきました。ありがとうございます。その中でね、多かったのが、まあ、イグニッションコイル。このあたりが臭いんじゃないかと、たくさんの方からコメントいただきまして、ちょっくら見てみたいと思います。しかし、こちら見てください。インタークーラーをね、大容量化してるんで、プラグにアクセスするにはね、これ外さないといけないんですよ。もうめんどくさいね、これね。はい。というわけで、ちょっと今からこいつを外します。はい、プラグを外す前にですね、ちょっとこいつも洗浄したいと思います。こちらね、インタークーラーちゃんです。これ昔一度やったんだけど、これね、中ね、すぐにそのオイル汚れとかね、空気の汚れとかでかなりバッチくなるんで、これもちょっと洗浄したいと思います。本当はね、灯油とかあるといいんだけどね、ちょっと今灯油持ってないんで、パーツクリーナーを使って洗浄します。
をテープで留めるんで、養生テープで蓋します。まあこんなもんじゃろうか。繰り返します。で、そしたらパーツクリーナーこの中ぶっかけます。こちら側もこいつで蓋します。やばい、時間との勝負。やばい、こちら側も出てきた。振ります。あ、やばい、漏れてくる。本当はね、これね、サランラップとかでやった方がいいんですけどね。ちょっと、ケチりました。なんでこんなにケチるんだろう。シャシャ、はい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 。いきます。うおー、ぴったりー。いいの出ましたね。結構黒いです。まあ、最後仕上げにね、洗い流す感じで。こんなもんじゃろう。はい、というわけでね、中がきちんと乾くまで、このまま待ちます。こちら覚えてらっしゃいますか？これオイルキャッチタンク。これつけてから一回もまだ見てないんですよね。なんかどれぐらいね、オイルドレン溜まってるのか見てみましょう。どれほどオイルキャッチプリキュアできるのか。うん、若干ついてるね。若干、ほんと若干だけど、ちょっと開けて中見てみましょうか。よいしょ。じゃあ開けていきます。どうかな。うわっ、あ、溜まってる。うくっさ。うわ、ちゃんとオイルキャッチしてくれてますね。かなり汚いオイルですね、これ。すご。うわー、べっとりですね。素晴らしい。ちゃんと意味あるんですね、これね。とりあえずこれもきちんと洗浄したいと思います。というわけで、これでプラグにアクセスできるようになりました。抜きます。よいしょ。よいしょ。はい。というわけで、プラグ抜いていきたいと思います。まず、この1番ですね。買って。よし。わあれ、え、ちょっと待って、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。ああ、ちょっと待って、わかります。ちょっと待って、ちょっと待って。1番のプラグ割れてます。わかります。で、これ2番のプラグなんですけど、わかりますか、これ割れてる。1番のプラグが先端が割れてます。マジで。うわ、綺麗に。え、こんなことある。だってこう、ほら、もうおかしいもんね、位置がね。こっちね、先端割れてるんですよ。こっちが正常です。さす、え、原因わかりました。プラグが破損してます。こんなことあんの、なんで。え、怖っ。うわ、まさかの。え、どうして。そんなことある。ちょっと残りの3番4番も取っていきます。はい、3番は問題ないです。4番です。1番がぶっ壊れてるんですけど、それ以外のとこもね、結構ね、先端がもう消耗しちゃってますね。これちょっと怖いっすね。この中何が起きてるのか、ちょっとスコープで覗いてみたいと思います。はい、それではスコープで覗いていきたいと思います。1番いきます。はい、はい、うわ、汚な。うわ、めちゃくちゃ汚いっすね、これ。どうなってんの、これ。え、マジ、えげつないですね。こんな汚いの僕初めて見ました。汚な。え、じゃあ2番いきます。はい、2番です。はい、まあ2番も汚いですけど、あれですね、まあさっきはなんかすごい1番の湿ってたんですけど、こっちは乾いてます。おそらくまあ1番のプラグが壊れて火が飛ばなくなって、ガソリンがね、中にいっぱい燃焼せずに溜まってしまった結果、先ほどのようなぬるぬるちゃんになっちゃったみたいな、そんな感じじゃないですかね。うん、まあ3番も汚いけれど、そうですね、特に変な感じはしないです。4番もそうですね。で、これを見てもう一回1番見ますよ。これ多分ガソリンですね、これ。燃焼できずに中に溜まったガソリンだと思います。うわ、最悪。はい、というわけで、原因は
スパークプラグの破損でした。いやこれね、わかんないよ。いやスパークプラグがさ割れるなんて僕初めてなんで、びっくり、こんなことあるんだって、逆にちょっとすごいなんかレア体験的な、はい、感じで、嬉しくはないけれど、うん、まあためになったなみたいな感じですね。やっぱりあれですね、点火系怪しいと思った人35ポイント体調から35ポイントです。おめでとうございます。はい、素晴らしいですね。もう点火系怪しいって言った人も、もうはい、もう正解です。いやで怖いっすね。なんでプラグが割れるんでしょうかね。僕全く見当つかないんで、よかったらコメントに残してください。すごいよ、なんかね、こういろいろ車系の動画やってるじゃないですか。ミニクーパーの時だけやたら専門的知識がガチである人のコメントがめちゃくちゃ多いんですよね。このクーパーシリーズの動画はね、本当にめちゃくちゃ詳しい本職の方からすごいコメントいただいて、いや本当にありがとうございます。まあそれだけきっとね、このクーパーシリーズは本当にいい車ということでね、ファンの方も多いで、こうやって僕みたいにいろいろ整備されてきた人もね、たくさんいらっしゃる。まあそういった隠れた名車というか、まあ隠れてない、これ名車です。マジで本当にクーパーシリーズね、いろいろ手がかかる子なんですけど、自分がね今まで乗ってきた車の中ではもうダントツで楽しい車なんで、いやだからこそやっぱりね、きちんと直していい状態でドライブしたいなと思います。まあそしてやっぱりね、ちょっとミニに強い人になりたいんでね、僕としてもね、やっぱいろいろ勉強していきたいんで、皆さんよかったらね、コメントなど書いて、いろいろご教授よろしくお願いします。というわけで、とりあえずプラグは注文しました。はい、でプラグが来るのはね、あさってですかね。はい、となるんで、まあ、それまで作業できないんで、どこまでもやっておこうかなと思います。はい、皆さんお久しぶりのミニカスタム会です。はい、以前ちょっと僕が作業中に左指をね痛めてしまいまして、左手のねこの人差し指と中指をねちょっとやらかしてしまって、やったね、取れた、あって、あぶねえ、取れた、あって、あぶねえ、いってやばいかもしれない。いった。マジ？ちょっと待って、やらかしたかもしれん。いった。あ、これやったかもしれん。ちょっと待って。いって、いって、ちょっと待って。いった。はい、大変ご心配おかけして、本当に申し訳ございませんでした。もうね、このように、はい、ね、もう無料空調もね、できるぐらい元気になりました。はい。ね、というわけで、もう指治ったんでね、ちょっと、久々、ミニは撮ろうか、ということで。で、私ね、この指を痛めてる間にですね、とある部品を注文して、それが届きました。こちらでございます。はい、来ましたよ、皆さん。ね、HKS のスパークプラグなんですけど、前、スパークプラグ割れたじゃないですか。で、結構アドバイスいただいたんですよ。もしかして、番手あげた方がいいかもしれませんよ、っていうふうにね、1番手あげまして、8番のスパークプラグになります。まあ、主にチューニングカーに使われるやつでございます。まあ、最近見られたよっていう方はね、ちょっともしかして、ノーマルのミニそんな、っていうふうに思われるかもしれないんですけど、これノーマルじゃないんですよ、実は。そのね、ミニシリーズ、ぜひご覧いただきたいんですけど、こちら結構カスタムしております。こちら、スーパーチャージャーなんですけど、このスーパーチャージャーも実はブーストアップしてます。ちょっと特別なスロットルコントローラーをですね、今、つけてます。オートサロンで買ったやつ。はい。ね、あれもつけてて、で、あと、まあ、インタークーラーがあったり、インテークもね、加わっておりまして、駅前に。はい。まあ、なぜ結構ちょいちょいね、いろいろとカスタムしてて、で、そのせいもあって、もう今まで通りのね、プラグを使ってしまうと、この前みたいにね、プラグが割れてしまうと。はい。まあ、そういったね、まあ、現象を引き起こしてしまうという、はい。それの解決策として、はい。今回はですね、こちらの HKS の、はい。チューニングカー用の、プラグを購入してみました。はい。まあ、これもね、一回つけてちょっと様子見ます。今回は、これもね、つけてみたいと思います。じゃーん。はい。こちら、もう泣く子も黙る、リリーフバルブ強化スプリングでございます。30% 強度が上がっております。多分ね、R53 乗り、もうみんな多分喉から手が、出るぐらい欲しいアイテムかと思うんですけども、これね、すっごい奇跡的に手に入って、これね、今よっぽど手に入んないんじゃないのかな。こちらね、とあるショップさん、トレンディさんっていうね、ショップさんがあるんですけど、そちらがね、出されてる強化スプリングなんですけど、これね、本当に手に入んないんですよ、最近。で、それがですね、なんと、半年前に買っております。買って、なくしてました。はい。そしたら、玄関の上の棚のね、奥の方から出てきました。なんで？で、まあ、今日はね、これをつけてやりたいと思います。
で、このリリーフバルブ強化スプリングって何なのかというと、まあ、こちらね、まあ、スーパーチャージャーです。激出しに関係するパーツらしいんですよ。僕も詳しいことよくわかんないんだけど、まあ、普通のバネがね、こう中に入ってるんだけど、そのバネがこう動くことによって、スーチャの、その、火球のね、激出しが、これを変えることによって変わっていくらしいです。で、こちらも走行距離がね、もうすぐ8万キロなんですけど、ミニクーパーって、いろいろ部品がね、結構寿命が低いんで、多分、今ノーマルのスプリング下手ってるんですよ。今でも十分面白い走りするんですけれど、多分下手ってると思うんですね。で、それをね、リフレッシュしてやるっていう点でもね、まあ、どうせ変えるのであれば強化品がいいよねっていうことで、こちら強化スプリングを買いました。で、これつける作業で、あのスロットルボディもね、ちょっとね、外さないといけないんですよ。スロットルボディもね、ちょっとなんか一回掃除してみようかなと思います。というわけでね、今日はね、もう何事もなく、ちゃんと怪我なく、トラブルなく、終われるように、まあ極力頑張りますけど、本当に何が起きるかわかんない車なんでね、最後まで目を離さず、見ていてください。それじゃあ、やるぞ。皆さん、開幕早々、事故です。ちょっと待ってね。これ避けてますね。これインテークのこのパイプ、これちぎれてますね。これやばー、これまずいよね。これいきなりじゃねえかよ。はい、でも心配ご無用。実はというと、新品のホース買ってあります。いや、よかった、マジでこれ買っといて。純正部品も買ってあります。まあ、純正っていうか OEM 品なんでね。一応でも形状は完全に純正と同じものです。はい、すでに買ってあります。こんなこともあろうかと思ったんでね。はい、あのミニはね、何が起きるか分かんないんでね。はい、あの純正パーツはね、積極的に買いましょう。はい、ここのね、このホースバンドがね、ちょっと特殊なんですよ。でね、この工具がないと取れません。日本のだいたいホースバンドって言ったらね、こういうこうマイナスと、このだいたいこの10ミリかな、10ミリじゃねえな、8ミリとかのこのネジでこう締め込めれるね、ものが普通なんですけど、だいたいこういうね、押収車ってちょっと規格が変わってて、こういったね、工具がないと外せません。クリックとかいう名前だったかな、ちょっとすみません、名前覚えてないですけど、なんせこれがないとつけることもできないし、外すこともできません。確かこう、あ、うん、こうだ。まあ、ただ挟むだけなんだけど、つけるときも、確かこれが必要。これだけでいける、これ。あ、外れた。よし。はい、ちょっと、なんかクリスマス仕様みたいな感じでね。なんでこんなん貼ったんやろね。客式の胃袋みたいなね。はい、で、ここまで来るとね、このね、ホースちゃんが繋がってる、スロットルボディとね、この繋ぎ目がね、ここにあるんですけど、ここにアクセスできます。ブローバイのホースがここに来てます。ね、あの、前ね、一回コメントで指摘されたんですけど、このね、ブローバイのここを塞いでて、それ車検通んないじゃないですか、違法ですよっていうコメントいただいたんですけど、これ実はというと、もともと、あの、R53 じゃないんですよね。R50 用のもので、R50 はね、ここに直接その、ブローバイをね、こう接続しないといけないんですけど、R53 はなんでこっちにあるんですよね。こっち本体にあるんで、なんでここ塞ぐのは別に問題ないです。ちゃんと対応しておりますんで、安心してご覧ください。で、このブローバイのホースと、この付け根をね、外していきたい。なんでここはあの、普通にプラスなんだろう。みんな普通にミリ工具でやってくれるのにな。なんでなんでしょうか。うい。で、よいしょ。はい。スロットルボディが見えてきました。で、こいつはもうこんなに避けてるんでね。こんなに避けてるんでもう使いません、これは。はい。バイバイ。スロットルボディがこんにちはということでね、このね、このまあバタフライと同じですんですけど、このバタフライがね、こうやって開閉して空気をエンジンに取り込んでいくという、はい、まあ、ここ結構ね、重要な部分でございます。まあ、これ外さなくても一応ね、リリーフバルブは これなんですよ。この中に入ってるんですよ。で、なんで外さなくていけるんですけど、まあ、せっかくですからね、これ外して清掃しとこうかな。これ多分そんな外すのも難しくないと思うんでね、スロットルボディも外して清掃したいと思います。えい、オッケー。カプラちゃんはちょっと安全な位置だね。この奥だけ。スロットルボディ取れました。中は汚れてますね。溶剤を使ってね、落としていきたいと思うよ。結構汚いですね。ちょっとね、この周辺はね、このエンジンコンディショナー、はい、これでちょっと掃除したいと思います。いや、すごいですね、これ。これなんか直接吹いちゃっていいやつだもんね。うわ、やば、これやばいね。もうなんかもう墨汁みたいになってますこれ。はい、それではスロットルボディを清掃していくよ。エンジンコンディショナーこいつかけます。はま
ブラシで優しく。結構ね、このスロットルボディ掃除するときにね、ゴシゴシこすっちゃうんだけど、あんまこすらん方がいいらしいです。歯ブラシでよしよしって、よしよしって、ほらなんかちょっと、あ、ちょっと茶色くなってきましたよ。わーすごい、結構茶色くなってきた。繰り返します。うわやば、黒、めっちゃ黒よこれ。そしたらパーツクリーナー、はい、今回使うのは HPC630。 はい、このパーツクリーナーめっちゃおすすめです。ガーッと、とりあえずね、綺麗になりました。まあこれはね、まあよっぽど大丈夫と思うけど、ちょっと乾かしておきます。はい、次はね、これリリーフバルブスプリングがこの中にあります。はい、でこのまんまだとね、ちょっと作業しにくいんで、ちょっとインタークーラー外します。これでね、多分リリーフバルブが簡単に外れるはず。簡単ではないけど。で、これ外すときにね、結構その爪が脆いらしくって、気をつけてやらないと爪が折れるそうですって言われましてもですよね、これ難しいんだよな、これ。うわ、構造は単純なのにめっちゃ気使う。あー、爪折れた。取れました。はい、純正スプリングです。はい、そしてね、この黒い方が、30% 強度が上がってるスプリングです。もうなんか全然大きさ違いますよね。こっち純正で、こっち 30% 強化品。あ、もう全然違うもん。純正なんかちょっとへたってるのかもしれない、まあ、これが元なのかもしれないですけど、もうこっちは潰すのにかなり力がいりますね。わ、すごい。はい、でこれをね、変えるだけでスーちゃんのね、立ち上がりが変わるそうです。ほんとかな。とりあえずつけちゃいたいと思います。つくのは一瞬ですね、これ。はい、まあ要は、まあ、この中にね、さっきのスプリングが入ってるんですけど、どういう仕組みなのかわかんないんですけど、確かにあの最初ね、最初と比べたらかなり押し込まないとここが動かないっす。かなりね、バネの力が強くなってるのを感じますね。はい、これを変えるだけでスーチャの立ち上がりが変わるって、どういうことなんでしょうか。お次はお待たせしました、 HKS スーパーファイヤーレーシングイリジウムプラグでございます。もう普通のプラグとは違う、もう本当にあのチューニング用のやつだそうです。まあ番手はね、1番手上がります。この番手っていうのは結局温度ですね。やっぱチューニングエンジンっていうのはやっぱ基本的にものすごくね、あのパワーがある、パワーがあるイコールめっちゃ熱くなるみたいなね感じで、まあ、結局ね、先端の外資がね、普通のプラグだと耐えきれなくなっちゃうと。で今もしかしたらもうその状況がすでに起きちゃってるのかもしれないということでね、そのね、耐熱性に優れた8番のねプラグに交換して対策したいと思います。ほならね、あげやす、あげやす。この前つけたばっかりだからすぐに開くね、これね。まあ、さすがに大丈夫ですね。うん、この前変えたばっかりだし、まあ、2番も大丈夫そうですね。3番も、うん、大丈夫ですね。まあ4番も綺麗ですね。まだ交換してね、走行まだね、100キロもしてないんで、そりゃそうだよね。これで割れたらもうやばいですね。はい、ついに来ましたよ、レーシングプラグ。もう箱がかっこいいのよ、これ。かっこよすぎん？ HKS スーパーファイヤーレーシング。はい、もう先端形状がもう全然違いますね。あの、これ普通のプラグと比べてもなんかかなり形状が違いますね。こんなにここ平らな面じゃないですもんね、普通のプラグって。わ、これが8番か、すげえ。 HKS ってかっこいい。内側の端子も全然違いますね。金ですよ、かっこいいよね。はい、ということでね、今回はですね、インテークのホース交換、リリーフバルブスプリング交換、スロットルボディ清掃、スパークプラグを、チューニングカー用の、強化品に、交換しました。はい、というわけでね、結構やったね。あの、とりあえずきちんとエンジンかかるのか。はい、ちょっとそれだけ確認させていただきたいと思います。めちゃくちゃ静かになったことない。え、マジで？なんで？いや、絶対に今アイドリング静かだなと僕思ったんですよ。なんなんでしょうか。とりあえずでも変な音はしないんで、やっぱあれ？ここ穴開いてたから穴開いてたのもあるかもしれないし、リリーフバルブスプリング下手ってたからうるさかったのかちょっとわかんないですけど、まあ多分ここのね、あの新品変えたことによって静かやったんかなと思うんですけど、音は問題なさそうですね。じゃあちょっとせっかくなんでね、走りに行きたいと思います。
めちゃくちゃ車軽いわビビるぐらい車軽いぞこれ。めちゃめちゃ軽いぞこの車。しかもこの、わかりますか、このエンジンの音めっちゃ静かなんですよ。あ、あ、ほんとだ。あ、あのね、あのスーチャの立ち上がり全然違うわ。うん、え、すっごいね。うわ、すげえ。ちょっとね、調子良すぎて今びっくりしてます。すごい、すごすぎる。というわけでね、こうミニをね、いろいろいじったんですけどね。あ、ゴーもこんにちは。ちょっといきなり早いな。はい、ですね、まあ僕がね乗っててもやっぱあれなんで、普段あんまり乗らない、たまにしか乗らないムーカさんにですね、ちょっと乗ってもらいたい。はい、うん、いや僕はやっぱ実際にさ、あの作業してさ、常になんかいろいろいじってすぐ乗って、いじってすぐ乗ってみたいな感じやってるんで、感覚麻痺してると思うんですよね。だからね、普段あんまり乗らないムーカさんが乗ったら多分もっとね、あの分かりやすくレビューしてくれると思うんでね。ありがとうございます。死ぬほど間違えたよ。最後に見るのっていつぶり？いや、分からんのよそれが。なんか全然記憶見なくて、うん、なんか前との違いとかが全然分からん。なんかもう初見のノリ。あ、初見のノリですか。じゃあいいや、初見のノリでレビューしてくださいよ。初見ですわ。はい、初見さん、いらっしゃい。はい、え、なんかドア窓開いてる？開いてないよ。開いてますか？うん、開いてる。ハンドアやったやつ。いや、なんか外の音すごい聞こえるなと思って。俺も今ルームライターついとってさ、なんか嫌な予感したんだよ。びっくりした。ハンドア、これドアね、結構強く閉めるとね、閉まらんのよ。重い。うん、走り出したらなんかベーンってなってたかもしれない。ベーンはならんけど、すごい勢いでバックしたらなりそうだけど。なるか、あ、そう、逆か。うん、もうそういうのはジャッキーチェンに任せときなさい。はい。どうしました？すごい加速するなと思って。加速感エグいやろ。エグいよこれは、マジで。ツイスポとかってこうじわ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 っていう感じでさ、ちゃんと段階があるやん。こいつ飛ぶことない？そう、なんかバーンっていく。ツイスポはこうピューンって感じなんだけど、ミニはバーンっていく。これすごいね。久しぶりのミニどうでした？
すごいね。すごいね、あのかなり加速も良くなって、うん、あの見違えたと思います。まあ、今回のねこの、まあ、改造というか、まあ、ほとんどあの部品の、まあ、交換というか、うん、整備に近いね、あの非常にねあのキビキビ走るね面白マシンになってくれたんで良かったと思います。こちら R53 クーパー S、こちらはですね BMW になってから一番最初のものになるので初代 BM ミニです。はい、でこちらは、通常の、ね、ミニクーパーとは違いましてですね、スポーツモデルみたいな位置づけのものです。搭載されてるエンジンはね10.6 のスーパーチャージャーになります。はい、ね、ですごいね、結構小ぶりなね可愛らしいフォルムはしてるんですけれどもね、こう見えて170馬力オーバー、そしてさらに私いろいろチューンしておりましてですね、まず、駅マニも、スポーツタイプの駅マニが入っておりまして、今入ってるタイヤが、もうねこれうちの嫁がレタリングしてくれた、はい、ネオーバーでございます。はい、でブレーキはノーマルです。そしてこちら、こちらねあの海外で有名な、スロコンになります。ペダルボックス、はい、これねかなり効きます。はい、ただのスロコンじゃなくてですね、こちらね BM ってなんかすごい制御がものすごく入ってましてですね、アクセルボーンって踏んでもね急発進しないようなそういうねちょっと制御の入った挙動がまああるんですけれども、それもね消してくれるのでかなりダイレクト感も増す、そしてありえんぐらいなんか回るね、これつけるだけでもねかなり乗り味変わります。はい、そしてエンジン、よいしょ。はい、インタークーラーが、かなり大きいものになってます。イグニッションコイルも、ちょっとねあの特別な感じのやつが入ってますね。プラグも一応番手が上がっております。もともとはねあのクーパー用のインテークになるんだけど、もう無理くりつけてます。はい、でこれは何なんでしょうか。はい、ちょっとねなんかやってます。はい、であとね見えないんだけど、あとあれですね、エンジンマウントもねこれ自分で交換しましてですね、はい、これあの僕の指をえらいことにさせてくれたこの前交換したばっかりの、テンショナーです。はい、もうテンショナー見るだけで体が震えちゃうよ、怖くて。はい、そしてね奥の方に一番下の方にあるプーリが一応台形化されてます。でね、このクランクプーリっていうんですけど、そのクランクプーリを台形化すると何が起きるかというとですね、あの下級圧が変わります。なのでねちょっとブーストアップしてる感じで、まあ、今後ね、まあ、やる予定なんですけど、ここがこれスーチャなんですね、これスーパーチャージャーで、スーパーチャージャーについてこのプーリー、これをね小型化することによってさらにね下級圧を上げるっていうことができるんで、今度それやろうかなと思ってます。はい、あと何書いたかな、そんなもんかな。というわけでこのね10万円で買ってきたこのクーパー S ちゃんね、この YZ サーキットで一体何秒タイムを残すことができるんでしょうか。頑張るぞ。こんにちは。はい、じゃあお願いしますね。いや、すごい。見えなかった。もう一回行きますか。もう一回。どうなったって、こういう車でしたっけ。こういう車でしたっけ。うわ
でえらいことになってた。いや、ロードスターでした。かなりマイルドな感じですね。あ、これならなんとか海でもね走れるんじゃないかなという気はしてきました。じゃあ行きます。行きます。サッカーしてみたんですけど、めっちゃ楽しいっすねこれね。なのでスイスポよりもやっぱ僕やっぱこっちの方が好きですね。はい。あ、どうも。お、お疲れ様です。どうも僕です。あ、どうも。優勝です。計測技。いいっすか。ドアポケットに入れてます。あ、あら、これで、はい、次はちょっと測定させていただきます。楽しみですね。よし、 OK。 まだ閉めます。行きます。行ってまいります。じゃあ今車速ロック買いました。タラピーが一旦行きます。今タラピーが行きました。行きます。いろんなもんが引っ掛けていく。さあ、3点モニターのペアルディセットに私はどこまで食いつけたのができるのか。おっと、もう遠くに引き離されている。もう見えない。
Z だ。ああ、速いな Z は。じゃあただ右が上手いのか。うわ、ああ、もっと速いな。大丈夫か。そんな感じがしますね。すごい、もう一度滑ってますね。クリップが、クリップを感じない。ああ、もうダメだ。そんなことも今足が動いています。おっと、サノピーがちょっと引っ張ってきちゃいましたね。これね、あの、すいません、あのサノピーが今休憩モードに入ってましたので、行きます。ああ。出るの？はい、お願いします。はい、俺がヒーローだ。わあ、ありがとう。